じゃあリスナーさんからの質問、秋久さんからの質問で、宗教は何のためにあるっていういい質問があったね。宗教っていうのはなぜ生まれたのかっていうと、人間っていうのが死を意識、自我とは何なのかっていうところを知らないといけないんだけど、まず動物と圧倒的に違うって言われてるのが、自我の確立っていうふうに言われてるよね。もちろん自我を持ってる動物っていうのはたくさんいるんだけど、その他人と自分っていうのに明らかに違いがあるっていうわけ、なんつうの、隔てたわけですよ。そうすると人間っていうのは死を意識することができるようになるんですよ。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。で、まあ生物だったらどんな人でもそうだと思うんだけど、死ぬっていうのは嫌なわけですよ。死が怖いんですよ。仏教でもそれは語ってるし。だから俺は死を克服するために生まれたのが宗教だっていうのが僕の中の定義ですね。自我の確立とともに死が生まれたと。死っていうのは普遍的で、死を乗り越えることっていうのは不可能なんですよ。だから中国とかでも、要は永遠の命であったりとか、仙道って言われてる宗教があるんだけど、仙人とかだよね。仙道、仙人の仙に道って書いて仙道って言うんだけど、あれは不老不死になるための宗教でしょ。まさに。だから死をどう捉えるのか、生死観って言うんだけど、宗教は何を決めるのかっていうと、生きることと死ぬことの考え方を決めるのが宗教です。簡単に言うと。OK？ 納得できるでしょ。生死観と言います。生死観。生死観。これを決めるのが宗教ですね。生死観を決めるのが。マインドコントロール、マインドコントロールって言ってるけど、その定義で言ったら会話すらもマインドコントロールだからね。死んだら終わりってを決める宗教もあるし、逆に生まれ変わるっていう宗教もあるし、その生死観そのものを決めるのが宗教だっていう、そう、死ぬことと生きることっていうのはセットでしょ。そう。はい、ワード2。ハートありがとう。ゴンター風船100個ありがとう。たくみさんワード2。そう、すごくいい質問だと思うよ。生きることと死ぬことをどう捉えるのか。だから宗教によって考え方様々じゃん。キリスト教だったら神の国にいて永遠の命が手に入るよって、でレフトビハインドされてそうなるんだよっていう風に教えるし、だから神様を信じてないとダメだよって、で仏教では死んだら終わりって考えるわけだ。全ては空だから、全て幻って教えるから。で日本人の考え方だと、その魂アミニズムに近いから、お天道様が見てるって言って、その魂が浮遊するって考えるんだよね。ブハさん風船ありがとう。終わりのない、終わりがないよ。要は答えがないものなんだよ。どう捉えてもいいんだよ。死後はあるのかどうなのかっていうのは宗教によって違う。どう解くのかっていうのは、どの宗教を信じてるのかによってアプローチが全然違うから。俺がね、好きな考え方は仏教的な考え方が好きですね。バガープレゼントありがとう。日本人ってね、仏教疎いからね。バガーありがとう、クミタン。死後の世界はみんなはあると思う、ないと思う。どっち？死後の世界あるなし。花粉症じゃないんだよ、慢性鼻炎でさ、超つらい。そう、永遠に繰り返すのを下脱する。だから永劫回帰って言うんだけど、それ、俺はそれだと納得ができるんだよね、自分の人生。あれはね、簡単に言うと飢餓があるからですね。要はね、侵略、それは宗教が政治に利用されてきた背景があって、例えば豚を信仰してると、豚が神様、なんでかっていうと豚が主食だからっていう宗教が仮にあったとするじゃん。
で、他の宗教が戦争で乗っ取るときに、まず一番最初にやるのって、相手の、その神様とかアイコンをぶっ壊すんですよ。例えば日本が戦争で負けたとき、それやられたのは大麻がやられたのね。だから大麻悪くないっていう風潮ができてるじゃん、今。だけど、もともと大麻って日本にすっごく根強い文化があったの。だから価値観をひっくり返させるときに、相手が信仰してる神様であったりシンボルみたいなものをぶっ壊すっていうのは、実は洗脳のやり方で一番ポピュラーなんだよ。だから豚が神様だったのに、いきなり豚は禁止とかやるのはね、相手の洗脳するためにやる。輪廻の概念が理不尽。縄文時代からタイマーあるよね。だってさ、日本だったら麻の服とかさ、麻袋とかさ、あと七味唐辛子の7つの実の中にタイマーも入ってるし、食べれるし、トリップできるし、まあ日本はあんまトリップ、要は吸わなかったんだけど、バイオ燃料になるし、全部使ってたの、麻。しかもさ、麻のすごいところっていうのはさ、どこにでも生えちゃうの。育てるっていう概念がなくて、すごい雑草として一番強いから。だから日本は麻の文化すごい進んでたんだよね。だから着物とかを、要は、ぶっ壊、服装とかもぶっ壊せるじゃん。文化そのものをぶっ壊すのに一番都合が良かったんだよ。世界一、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教。実はね、でもね、キリスト教とイスラム教は兄弟とかいとこの関係だから、それを日本人はね、知らないっていうのはね、日本人が宗教に疎いっていうことなんだよね。まあ、タバコが売れなくなるからっていうのは、経済学者とかのアプローチはそうなるよね。それも一つの真理だと思うけど、俺は統治論で見てるね、結構。統治論。だから、結構昔の歴史でそういう、なんだろう、相手のアイコンシンボルとかを全部ぶっ壊して侵略するっていうのは、昔からその政治家とか戦争家が利用してきたことだから。洗脳とか勉強にすると面白いよ。大麻が体に悪いってマインドコントロールですよね。俺は別にマインドコントロールとは全然あんまり思わないかな。ちょっとごめんね、鼻が。ユダヤが、イエスがユダヤ人だったって信じるじゃなくて、それは当たり前。キリスト教の人でも知ってる。イエスがユダヤ人だったのは都市伝説じゃなくて、イエス・キリストってキリスト教を信仰してないの。ユダヤ教を広めた人なの。だから、カブニートが言ってることは都市伝説でも何でもない。信じるか信じないかじゃなくて、本当にやってたこと。だって、旧約聖書信仰してるんだもん。キリスト教の人。まあ、ユダヤ教の人が旧約聖書っていうと。だから、その辺から話しようか。いや、都市伝説じゃないよ。だから、もともとね、じゃあ、旧約聖書とかの基礎的な概念を話すんだけど、まず、ユダヤ教っていうのがあって、ユダヤ教が世界のトップだった時代があるの。で、ユダヤって、なんていうのかな、悲劇の民とか言われてんだけど、まあ、簡単に言うと、エジプトでピラミッドとか作ってたの、奴隷になってたのって、ユダヤ教の人たちなんだよ。それも知らないんだよね、日本人って意外と。で、世界中に散らばっていって国を持たないんだけど、まあ、最近ね、国を持って戦争バンバンやってるけど、初見さんいらっしゃい。そうそう、引き寄せの法則っていうのは、発見をしたのはキリスト教だから。だから世界で一番売れたって言われてる。ああ、そうなんだ、60錠飲むと。ありがとう。どっから説明すればいいのかな。まずユダヤ教っていうのがあって、預言者っていう言葉知ってる？みんな。みんな、漢字が違うからね、結構ね、この預言者って言葉難しいんだけど、預言者って2つあるんですよ。ちょっと待ってね。この2つあるの知ってた？預言者って。で、イエス・キリストはどっちに当たるか分かる？要は右側の預言者っていうのはあれですよ。なんだっけ、7の月に世界が滅ぶって言った人、誰だっけ。1999年に流行ったやつあったじゃん。あれの預言者は右なんですよ。ノストラダムスか。ノストラダムスは右で、左の言葉がそのキリスト教とかユダヤ教が言ってる預言者のね、
そう、予言、カプニートの言葉が正解。創世記とかファンタジーとして面白いよね。いや、めちゃめちゃ面白いよ。キリスト教とか。ザビエルがキリスト軍を日本に送ろうとして失敗したね。そうだよ。だから、なんか日本ではさ、開国ってあるじゃん。黒船伝来って。なんか、あれって文化がやってきたみたいな教え方してんじゃん。なんか 黒船がやってきて、日本が鎖国を開いて平和的に先進国になりましたみたいな、とんでもねえ教え方してるけど、あれって戦争だからね。開国しないと、江戸幕府開国しないと黒船でぶっ潰すよっつって威嚇されたんだよ、あれ。だから、実際江戸の町から大砲バンバン撃ってんだよ、黒船に。で、全然届かねえ、ヒャッハーってなってて、このままじゃ負けるっつって、じゃあ開国しますって言って、明治に入るんだよ。宗教は自分自身の思考、ある意味、すがるものかな。そうそう。だから、ザビエルって実は、インドで布教してて失敗して日本に来てるの。で、日本でなかなか広まんないから嘘ついて、我々はインドから素晴らしい教えを持ってきたっつって、仏教のふりして教えてたんだよ。ひどい話だよね。軽く侵略じゃなくて、侵略の前段階。要は友好的にやろうとしてなんだけど、お前らずるいと。要はもう開国をしろと、とにかく。だから一応戦争にはならなかったんだけど、要はあそこで江戸幕府が拒んでたら戦争になってたってこと。要はもう思いっきり威嚇されてんの。だから、なんで日本ってそう見栄を張るっていうか、教育で本当のことを教えねえんだろうみたいな。あれって戦争手前だったのになっていう。すごい日本的な大きな事件なんだけど。鎖国をしてた国っていうのが珍しいぐらいだからね。歴史に詳しい人尊敬します。いや、歴史に詳しいっていうか、これは結構知ってることだと思う。あ、で、まあ、預言者の話に戻しますね。で、なんかね、イスラム教とキリスト教って全く別の宗教だと思ってる人手を挙げてください。全く考え方が違くて、だから戦争してるっていう考え方の人。イスラム教とキリスト教根本的に違うよって言ってる人手を挙げてください。そう思ってる人ね。イメージでいいよ。多分日本人これすごく多いはずなんだけど、どうですか皆さん。別に間違っててもいいんで、どん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 自分の思ってることを言ってってもらいたいんだよね。宗教とは自然や、人間や自然の力を超えた存在を中心とする概念。教義、組織なされた。一人では宗教にならないのかな。一人では宗教にならないですね。神の名前が違う。アッラーとゴッド。ゴッドじゃないですね。ヤハウェですね。宗教家って、誰も手を挙げてくんねえな。簡単に言うと、イスラム教とユダヤ教とキリスト教の信仰してる神様って一緒なんですよ。で、イスラム教の中に、聖人って言って預言者。要は、神の言葉を預かった人として、イエス・キリストの名前書いてあるんだよ。で、キリスト教となんで喧嘩をしてるかっていうと、最終預言者と、要は本物の預言者は誰だって言って争ってんの。で、キリスト教に関しては三位一体って言って、ヤハウェイとキリストは一緒である、聖霊、要は天使のことなんだけど、っていう価値観の違いから戦争してるのよ、ずっと何千年も。でも基礎の基礎は一緒だって知ってた。 っていうよりも、むしろユダヤ系の派系でできたのがキリスト教なんですよ。要はイエス・キリストはユダヤ教を広めようとしたんだけど、広めちゃいけない人にまで広めちゃって暗殺される、暗殺っていうか公開処刑されるの。それがキリスト教。だからイエス・キリストはユダヤ教を広めてたの。で、イスラム教っていうのは、まあ一緒だよ。要はキリスト教がバーって広まっていく中で、最終預言者が来たって言って、キリスト教をベースにしてるんですよ。偉人どころか売国のコロツキだからね。まあね。だから、あれですよ。坂本龍馬とか、西郷隆盛、薩摩藩のね、軍率いてたわけだけど、あそこには靖国神社に、祀られない。それは国のために戦ってないからなんですよ。あそこって国のために戦った軍人のを祀る施設だから。西郷隆盛とか坂本龍馬は国をぶっ壊した人だっていうね。宗教家って寄りかかれるものがあるから、精神的に前向きだし、メンタルも強い。俺は仏教のブッダとイエス・キリストは
宗教家っていう考えは俺は間違ってると思ってるんだよ。彼らってね、実はあんまりね、まあ、イエス・キリストは結構宗教をやる気満々だったと思うんだけど、どちらかっていうとね、哲学者とか行動家って言った方が近いかもしれない。俺の考え、革命家とか。特にブッダなんかそれが顕著で、ブッダって宗教を否定してるんだよね。宗教家ではないと俺は思ってます。パウロがユダヤ人以外にキリスト。パウロっていうのはもともとユダヤ教の幹部の方にいた人で、教義とかを作ってた。要は聖書を作ってた側の人なのよ。で、パウロがキリスト教に寝返って一気に広まるんですよ。だから、宗教化させたのは実はパウロって言われてますね。教祖ね。教祖はパウロって言われてます。だから、シンボルとしてイエス・キリストを使ったんだよね。日本人だから仏教が好きだな。まあ俺は日本の仏教ボロボロに間違ってるっていうのが俺の考え方なんで、日本仏教は嫌いです、僕は。で、じゃあ今度仏教の話出たからキリスト教との比較をするんだけど、キリスト教の大原則っていうのが、ちょっと待ってね。これは専門的な用語なんだけど、神前法語っていう考え方があるんですよ。例えばこれどういうふうに言ったらいいかっていうと、神様が前提にあって、聖書が後の考え方。要は、経典宗教の特徴でもあるんだけれども、ヤハウェイが絶対であると、その後に法律があるんだ。法律っていうのは聖書のことだと思っていいんだけど、神前法語だから、イエス・キリストを信仰してる人たちとか、ユダヤ教とかイスラム教の人っていうのは全部神前法語の関係なんだけど、神前法語の人に神はいないって言ったら怒るんですよ。神様がいないと成り立たない宗教だから。だから、この神前法語の関係にある宗教っていうのは絶対に起こります。ここまで OK。まあそうだろうねって。神はいるって絶対言わないといけない宗教だから。ここは多分理解できると思うんだよ。わかるわかると。ただね、仏教の面白いところって、仏教は違うんですよ。仏教はですね、法然、不都合。法然不都合の関係にあるんですね。これがイエスキ、あの、キリスト教と、仏教の全然違うところ。一度ブロック解除して閲覧増やせば。いや、別に閲覧欲しいわけじゃないからな。仏教は釈迦が神だよね。全然違います。そう言ってるのは大乗仏教なんで、僕はそこが大乗仏教の嫌いなところなんですよ。だからブッダはそう言ってないんですよ。創価学会は善なんじゃないですかね。わかんないですけど。俺はなんか人が集まってるっていうのは支持されてるっていうふうに思うわけだから、日本で一番ね、力あるのは創価学会だから、いいことやってるんじゃないかな。どうなんだろう。OK。だからこれ何が言うかっていうと、仏教の人に仏なんかいねえよって坊さんに言っても、仏さんなんていうか、お坊さんは何て言うかっていうと、仏はいない、正解ですっていうの。で、仏様はいるよって言っても、その通りですって。これ面白いでしょ。キリスト教の人に神様いないって言うと絶対いるっていうのよ。いないわけがないっていう論法を使うの。だけど、お坊さんに仏なんかいないって言ってもその通りですよっていうのよ。これがね、仏教の面白いところなんですよ。面白いでしょ？これはなんで起こる現象かっていうと、これは世の中から創価学会が人数が多いから、信者の数が多いからだと思ってますね。仏っていうのは何かっていうと、法、要はダルマっていうんだけど、ダルマって言って宇宙法則っていう言葉が俺は一番適してると思うんだけど、宇宙には神がいるんじゃなくて、宇宙に漂う法則があると。それを理解した人が仏になるんだよって。で、仏になる人っていうのは難しいよっていう風なのが仏教の根本的な教えなの。
だから法律を理解できない、宇宙法則を理解できなかったら仏になれないから、仏はいないっつっても正解ですっていうし、法律を理解したら仏になれるから、仏はいる。だからこれがね、仏教の矛盾の面白いところなんだよ。これが空洞に、空っていうのに、悟り、ニルバーナ。ニルバーナっていう言葉が、悟りっていう言葉、日本語で言うと悟り、英語で言うとニルバーナっていうんだけど、ニルバーナになるっていうのは、このダルマっていう法律を理解、法則を理解することを悟りっていうの。体感でこれを理解すること。だから、キリスト教と仏教の根本的な違いは、この神前保護と法然不都合の関係にあるっていうのが、よく、仏教とキリスト教、要は日本人的な考え方と西洋人的な考え方の根本的な違い。要はね、西洋人の人たちって矛盾を嫌うんですよ。矛盾はあってはいけないんですよ。だって神様っていうのが宇宙を作ったって教えてるわけだから。全知全能なの。すべてを作ったのは神だから。神が法則を作ってるの。だけど仏教はそう考えないのね。宇宙法則っていうのはただそこに存在していて、で、それを手に入れるか、手に入れたら神を超えるっていう考え方がブッダだから。どうやったら悟れるんや。それを教えたのが仏教。要はブッダがやったこと。要はブッダの面白いところって、生まれながらにして悟ってるやつっているんだよって言ったの。で、俺の教えじゃなくても勝手に悟るやつっていると。要は生まれながらに悟るやつもいれば、仕事してるだけとか、ただ寝てるだけでも悟るやつとか、いろんなやつがいると。だけど、俺がやってることっていうのは、どんなバカでも、どんなに頭が悪いやつでも、これさえ守ってれば悟りに近づけますよっていうテキストを作った人がブッダなの。そう。だからどうやって悟れるんやっていうのは、まさに仏教を知ればいいだけ。天国と地獄は、実はキリスト教は天国と地獄っていう記載は一切ありません。地獄っていうのはね、どちらかっていうと仏教の用語なんですよ。要はね、日本人がね、宗教っていう言葉がね、明治までなかったの。明治の時に宗教っていう言葉を作ったのね。宗教っていう概念がなかったんですよ。新しい言葉なのね。だから、いろんな文化として取り入れていったっていうのが、だからね、神っていう言葉もね、適切ではないんだよ。神っていう言葉、ヤハウェイを神って当てちゃったでしょ。でも日本人の神様って、貧乏神とかいるんだよ。妖怪に近いんだよね。神様、要はね、アミニズムっていうんだけど、万物に神が宿るっていう、八百万の神っていう考え方があって、日本人はどんなに、ものに、すべてのものに神が宿るって考えてたの。だから、いたずらする神様とか、妖怪に近い神様っていっぱいいるのよ。貧乏神なんか取り付いて貧乏にするだけだぜ。厄災しかねえだろうっていう。だから、もともとあった神っていうものを、ヤハウェイに当てちゃったっていうのは、俺はこれは間違いだなと思ってるね。なんか、千と千尋の世界なんかまさにそうだよね。宗教フリークなんですよ。悟り世代みんな仏ちゃう？あ、でも、それはね、結構ね、悟り世代は欲がないから、結構的を得てると思ってるね。先生、そうだね。だけど、ブッダの面白いところ、俺はブッダを支持できるのは、キリスト教だったら、神が全てだっていうわけじゃん。だから戦わないといけないの。要は反対意見を潰さないといけないから戦争が起こるんだけど、仏教の柔軟さっていうのは、ああ、キリストを悟ってるね、みたいな。あいつ賢いよ、みたいな。っていうか別に有名じゃなくても悟ってるやついっぱいいるから、みたいな。なんつうの？偏ってないんだよ。だから嘘をついてないっていう印象、俺は。ブッダの言ったことっていうのは。いろんなエピソードがあるんだけど、すっごい悟ってるやつがいたの。仏教を信仰してて、女の人とかもいたんだけど、どんどんそいつを論破しに行くわけよ。仏教って基本的にディベートだから。要は論法とかでどんどん信者獲得していくから。それブッダが生きてる頃からそうだったんだけど、すげえ奴がいると。悟ってると。で、女の修行僧が、要は仏教を広めに、そいつのところ行くと全員寝取られると。要はハーレム状態だと。で、ブッダにどうしたらいいって聞いた時に、ブッダっていうのはお前らじゃ無理だっつったの。なんでかっつうと、あいつは悟ってるから、生まれた時からって。 あいつは悟ってるからっつって。で、試しに行ってみなっつって。
お前多分、そいつが言ってること正しいよって。なんでか教えてやろうかって。俺と言ってること一緒だからだよって言ったの。だから、あいつ相手にするなっつって。信者取られるだけだぞっていうエピソードがあるぐらい、結構その、なんだろう、悟るやつは悟る。で、俺の教えは絶対じゃないと。要は、ブッダって仏なわけじゃん。で、ブッダって何でなったかっつったら、そのダルマ、法律を理解したから、ニルバーナになったからじゃん。そいつもそいつでニルバーナなんだよっていう。法律を理解してるから、悟ってないやつがどん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 吸収されていくんだよっていうことを言ってんだよ。ブッダは神がいないことについて以外は間違っていない。神がいないって言ってないよ。神いるっつってんだよ。中道を選ぶのが仏教として。だから、仏教をどう理解するのかっていうので、由意識仏教とか、大乗仏教とか、いろんな宗派に分かれて、いろんな解説をしてるんだけど、基礎の基礎は変わってないわけよ。ただ、ブッダが言ったことの解釈で揉めてんのね。仏教の、ブッパって呼ばれてるやつは。だから仏教って宗教特有の、あ、違うよ、全然違うよ。日本人だから宗教特有の独特のキモさがないって思ってるだけで、俺アメリカに行った時、キモいって言われたよ。あのね、アメリカに行って留学したのよ、ホームステイしたのよ。その時に言われたのが、スティーブンってやつなんだけど、そいつは、学校で一番偉い、要は、なんだ、生徒会長やってたのよ。で、そいつの家に泊まってたから裕福な家庭だったんだけど、あのさーって、前々、3日ぐらい経った時に、ヘイタカーって言われて、で、お前1個気になること言っていい？って言って、あ、いいよっつって、何でも話すよって言って、なんで日本人って、ご飯食べる時に呪文唱えるの？って言われたよ。あ、西洋人にいただきますっていう概念がないの。それは衝撃的だったよ。要はいただきますって勝手にやってるのって、あれ宗教だから。だから、日本人がお辞儀するのも宗教なのよ。これは、宗教学で言われてる、無意識下における行動領域を持ってるものは全部宗教だっていう考え方があるんだけど、それにまさに当てはまるの。だから日本人が気づいてないだけ。ブッダの神、あ、原因と結果の法則。スナッチさん違いますね。原因と結果の法則っていうのは西洋的アプローチなんだけど、原因と結果の法則をさらに発展させた縁起っていう考え方をするんですよ。だから、それね、原因と結果の法則のように見えて、ブッダが唱えたことは原因と結果の法則ではないですよ。それの発展系の縁起です。ブッダは困った時に2回だけブラフマン、ブラフマンね、ブラフマンで回ってんだけど、神、に説いた。白人に見下される。そうだね。縁起、縁起も解説した方がいい。縁起の解説します。聞きたい人手を挙げて。縁起は知ってる人は別に基礎も基礎だからあんま面白くないと思うけど、どうですかね。宗教が洗脳じゃないですか。宗教だけが洗脳じゃなくて、俺はこの放送ですらも洗脳だと思ってるし、普段の会話も洗脳だと思ってるし、学校教育そのものも洗脳だと思ってるの。ただね、洗脳の定義を知らないのに洗脳っていうのは良くないと思ってて、洗脳っていうのは、他者の考え方を、他者の、要は、俺以外の人間の行動原理っていうのを、俺に植え付けることを洗脳っていうんだよ。要は、本人が望んでないのに、知らぬ間に、そいつの思い通りに動かされてる状態っていうのを、洗脳状態っていうのね。だけど、その定義からすると、洗脳に、宗教洗脳っていうのは当てはまらないと思う。そういうパターンもあるけどね。いろいろ聞きたい。あ、じゃあ、縁起聞こうか。縁起。じゃあ、仏教の縁起について語りましょう。仏教の縁起とは。縁起。これで合ってるかな？これ OK。はい、いきます。仏教の縁起とは。原因と結果の法則っていうのはどういうことかっていうと、ここに水があります。水があります。飲むっていう行動をします。今から水が減りました。これが原因と結果なんですよ。要は対象物を固定してみるのが原因と結果の法則。これは西洋的なアプローチだよね。これが発展したから数学とか物理学とかがどん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 すごくなっていった。なんでこれをやった、こういうアプローチが得意だったのかっていうと、西洋人っていうのは神がいるのかいないかをずっとディベートをしてるんですよ。ずーっとディベートをしてます。
お前間違えたこと言いすぎ。あ、もしよかったら反論があるなら凸受け付けますよ。凸します。反論がある人、凸全然受け付けます。 どこがどう間違ってるのか指摘してください。あ、いってらっしゃい。やから一家さん、ティーマイス、ティーショーマイスターさん、ありがとう。もし面白かったらフォローしてください。で、じゃあ仏教ではどう考えるのかっていうと、結果も原因もないって考えるの。結果も原因もないって考えるんですよ。要はこれって、この今お茶っていう状態なんだけれども、お茶っていう結果じゃん。それは水道水に茶葉を入れたお茶っていう結果なのね。これは原因と結果の法則で見るとそうなる。だけど今この瞬間、刹那瞬っていうんだけど、今この瞬間を切り取ってるだけに過ぎないと。で、お茶はどうなるかっていうと、飲んだ瞬間に今体液に変わったんですよ。で、おそらく10時間以内におしっこに変わるんですよ。で、おしっこに変わったら汚水、要は汚染された水に、トイレの下水に変わるわけですよ。で、下水から処理されて海に変わるわけですよ。っていうふうに、ずっと原因と結果がそれぞれの因果関係、相互作用によってずっと繰り返されると。で、結果っていう答えを見るんじゃなくて、ずっと世界中の物質が原因と結果を繰り返して相互作用が起こってると。だから結果も原因もないんだと、ずっと漂い続けて、要はこれが自我がないっていうことなんだけど。そう、 OK。 どこが間違えてるのか、凸かけてきていいっすよ。でしょ。雨っていうし、雨が降ってダムに溜まって水道水になるとかさ、全部ずっと全てのものって漂ってるっていうかさ。そう、海じゃなくて、だからどこで切り取るかによって名称が変わるだけだよっていうことをブッダは言った。それが縁起ね。ディベートは凸って言ってる。全然どこが間違えてるのか指摘していただければね、全然受け付けますよ。いいところ、お茶さんいいですね。それがね、実はね、仏教の本当の意味での輪廻なんだよ。生まれ変わりのことを言ってないの。いいとこついてるね。そう。要は、畜生道とか、六道輪廻っていうのは、あなたの心の状態は今ここですよって、あなたは地獄に生きてますよとか、そういうことを言ってたんだよ、ブッダは本当は。ただ、もともとバラモン教っていうのがあって、ウパニシャット哲学をもとに作られたバラモン教っていうのがあったのよ。で、バラモン教、今ヒンドゥー教なんだけど、要はカースト制度ね。それをね、否定するために、向こうの宗教の論法を使ってブッダっていうのは説明してたから。くるくる回るっていうかね、全員が全員相互作用をしてるから、心っていうのも5秒後に変わるのが普通じゃん。この人嫌いだったけど、この人好きかもとかさ、変わるじゃん。だから固定化された人格なんてものとか、固定化された物質とか、固定化された概念っていうのは存在しないっていう、そう見えるだけっていう、これを、仏教の用語では諸行無常って言います。諸行、すべての行いとか、すべての物質とか言ってもいいけど、すべては無常。常が無であるっていう、すべては移ろいでいくよっていう教えがあります。バラモン教インドですね。間違えすぎ、アホすぎ。あ、だから全然どこが間違えてるのか全然指摘していただければ。時間は流れてるっていうことじゃないんだよね。相互作用。相互作用ね。だから関係性がし合ってて、変化がずっと細かい変化。例えば西洋的なアプローチをするなら、最近分かってきたことっていうのは、人体があるじゃん。これって骨とかも全部物質が入れ替わるのって3年とか言われてんだよね。だから実は3年前の自分の構成物質、要は肉体の構成物質と、3年後の自分っていうのは明らかに違う物質でできてるんだよ。だけど同じだって、3年前も今も自分は自分だって思い込むじゃん。これがないっつったのが仏教の面白いところ。そう、流動していくっていうのかな。弁証法？なんだろう。夫婦様いらっしゃい。弁証法がちょっとわかんないね。万能の神は数学で否定されてましたが、万能で、
あ、それはね、よく言われるんだけど、多分ね、不確実性とかその話になってくると思うんだよ。コンピューターを作って、全てはランダムだっていう話は証明されたっていう話をもとに、だから全知全能の神はいないっていうことを説いてる人がいるんだけど、実はその不確実性も、実は反証されたんですよ。それも間違ってたっていうのが最新の科学だから、実は神いるんじゃないかっていうのが今の最先端の情報ですね。うん、3年前の和道は和道だと思う。俺は思わないね。うん、だから固定化された自我みたいなものは俺はないと思ってるから。うん、全て意見がコロコロ変わるのが人間だと思ってるね。うん、だから僕は思わないですね。ああ、そうなんだ。哲学あんまり勉強してないんで、ちょっと勉強不足ですね。申し訳ない。弁証法っていうんだ。自分で名乗るプロ配信者、お前はプロでも大手でもない。過疎やん。俺大手だって自分で名乗ってない。俺はプロですよ。配信で飯食ってるんで。うん、俺は宗教は信仰してないです。何も。無宗教ですね。だからお墓を蹴れるし、お墓壊せるし、死体を踏み潰せます。はい、やらないけどね。日本の法律は守らないといけないんだよ。うん、だから死んだ人にうんこなすりつけることもできますよ。うん、神って人間が金儲けのために作った概念じゃないですか。ああ、東丸さんが言いたいことはね、多分ね、宗教、例えばブッダとかイエス・キリストって国と関係ないんですよ。むしろ国家に殺されてるんだけど、人数が信者が増えてくると政治と結びついていくの。仏教もそうだし、キリスト教もそうなのね。だから俺は宗教を否定派なの。だから、ブッダとかキリストっていうのは宗教者じゃないっていうのが俺の考え方なんだけど、彼らが言ってることって行動家であり思想家なんだよ。で、人を救おうってずっと行動してきたの。だけど国家に利用されたら俺はもうアウトだと思ってるね。だから金儲けの道具とか支配の道具に変わっていくんですよ。日本もそうでしょ。うん。平将門のお墓に対してもできますか？できますよ。ただ、法律的に罰せられるからやらないっていうだけであって。うん。そうですね。僕は自分のこと大手だとは思わないですけど、配信で飯食ってるんで、まあ自分でプロを名乗ってますね。無宗教と死体を踏みつけることは全く違うことだと思います。ああっていう指摘があるんだけど、実は関係があるんですよ。日本人って無宗教だって言ってる人多いんだけど、お墓を、要は法律的に罰せられないからお墓蹴ってごらんとか、先祖の写真破ったりとか燃やせるって言ったら燃やせないって答えるんですよ。で、先祖崇拝っていうのは、実は道教とか儒教とかの考え方なんですね。中国大陸でできてる。でもなんでかできないっていうのは、まさに宗教的な信仰があるからなんだよ。うん、無理でしょ。だからそれは日本宗教、日本で生まれた道徳的な、道徳すらも、学問だから。実は、だから、例えば、言語すらも覚えないで、狼に育てられてる狼少女みたいな人がいたら、それできるはずなの。お墓がただの石だから。お墓に価値がある。あそこに死者が宿っているっていう考え方。で、死者とは尊いものだっていう概念があるって、まさに宗教なんですよ。だから、俺が極端なこと言って、なぜその宗教家ではないですよって言ったのかっていうと、日本人的に言ったらお墓。例えば、それはね、江戸時代の末期にさ、マリア像とかイエス・キリストの踏み絵っていうのをやったでしょ。あれ、要はキリスト教を信じて、キリスト教は絶対であるって思ってる人は踏めないんですよ。でしょ？それ、踏み絵のことを例えで言ったの、比喩表現で。うん。でも学問は宗教という解釈。ん？学問は宗教という解釈っていうのは、俺そんなこと言ってないけど。うん。お墓こそエコに反する産物だと思う。俺はお墓はちなみに、ありだと思うよ。ただ、無宗教である証明をせよっていうふうに言われて、け、あの、法律的に罰せられないっていう条件下であるのであれば別に踏めますよっていうだけ。うん。自分クリスチャンだけど、あ、じゃあ隠れキリスチャンに近い考え方だね。うん、隠れキリスチャンにすごい近いと思う。うん、宗教は思想の秩序、法律は行動の秩序ってことですか？僕はそうは言ってないですね。勝手に解釈をするのはやめてもらいたいですね。僕が言ってないことをみんなが勝手に言ったっていう脳内変換はやめてほしい。俺があくまで言ったのは、無宗教ですよって言ってるだけ。うん、合理主義者。ああ、じゃあそれは本当のクリスチャンじゃないですね。
もし本当に合理主義なのであれば、本当のクリスチャンではないです。エセクリスチャンですね。そうそう。別にそれでいいと思ってるけど、人格否定とかじゃないからね。例えば、本当のイスラム教徒とか、本当のクリスチャンにそれを目の前で言ったら、多分怒られます。牧師さんに。絶対怒られます。考え方改めなさいって、絶対説教が入るから。それは、クリスチャンとして間違ってるって言われるますよ。でも本当はね、キリスト教も仏教も合理主義、合理主義じゃなくて、偶像崇拝禁止なんだけどね。家計の墓石蹴れますか？蹴って訴えられないのであれば、ただやる意味はないと思いますね。そこが尊い行為とか、普段から蹴るとか誤解しないでね。こんなのとか言ってボーンとか蹴ることはしない。ただ、自分が無宗教である証明のために蹴りなさいっていうふうに強いられた場合は蹴れますよ。全然。そこを誤解しないでね。それは別に墓を蹴ることが正しいことだとは俺は思ってないから。なんでかっていうと、お墓に先祖を宿ってるっていうふうに思ってる人が悲しい思いするのはわかるから。仏教は何も禁止していません。お、めくらさん素晴らしい。実は違うんですね。キリスト教は律法を何度も無視した合理主義です。現代のキリスト教はでしょ。イエス・キリストは、なんだろう。だからね、原理主義なんですよ、僕は。キリスト教の考え方的に言ったら。そうなんだよ。日本の宗教の特徴っていうのが、普通宗教と戒律っていうのがセットで結びつくんだけど、ほとんどないんですよ。戒律を嫌ってるんだよね。だからね、イスラム教だけは入らなかったっていうふうに言われてます。戒律が一番厳しいから。ひろゆきさん頭いいからね。戒律ありますよ、仏教は。むしろ戒律めっちゃありますね。ただ戒律破ってもいいよっていうだけなのよ。強要をしてないっていうのが近いと思う。めくらさんの言いたいことって、何も禁止してないっていうのも正解だし、戒律はあるんですよ。戒律はあるけど何も禁止はしてない。要は酒飲んだら悟れねえだけだよっていうスタンスなの。で、それをお坊さんが怒るとかをしないの。まあいいんじゃんみたいな、悟れねえだけだからみたいな、そういう感じ。だからめくらさんが言ってることも一理ある。聖書のキリストは安息日なのユダヤ教の戒律を無視しました。ああ、まあまあ、それはね、歴史的にあるよね、全然。それは、でもイエス・キリストがなぜやったのかっていうと、悪法であるっていうふうに、現代の教えとは全然違うからっていう理由でやってるから、俺は何やってもいいっていうことではないとは思ってる、俺は。それは。まあ、合理主義っちゃ合理主義だけどね。仏教はすごい深いですよ。なんでかっていうと、仏教って日本で教わると超当たり前のことしか教わらないと思ってるけど、仏教って哲学の集大成みたいなものなのよ。頭がいい人しか僧侶になれなかったのね。だからアジアのインドとかインド哲学とかアジアとかの超頭のいい人たちが毎日毎日死ぬまでディベートを繰り返して収めるような学問だから、頭がいい人しかなれないんですよ。日本のね、なんつうの、日本はほらディベートやらないじゃん。仏教って意味不だよ。何でもいいよっていう宗教なのかな。何でもいいよっていうかね、仏教の特徴っていうのは、基本的にね、これブッダがどういうふうに広めたかが元になってんだけど、イエス・キリストとかっていうのは宗教をこう広めていくじゃん。ユダヤ教なんだけど、キリスト教じゃなくてユダヤ教を広めようって活動してたんだけど、ブッダって来る人にしか相手にしなかったの。面白いでしょ。要は広める気が全くなかったの。で、人助けだけやってたんですよ。だから、去る者追わないスタンスだったの。で、神様がいるっていう宗教じゃないから、相手を論破する必要がなくて、向こうから仏教に不服がある人だけ相手にしてたの。
相手にして、この人の考え方すごいっつって、弟子になりたいですって言った人だけいいよっていうスタンスなんだよ。多分ね、そこがでかいんだと思う。日本ではどうか。まあね、宗教と道徳が入れ混ざってる。日本に入ってきた仏教っていうのは大乗仏教って言って、中国の道教と儒教がかなり混ざってるんですよ。だから日本に入ってきた仏教っていうのはね、仏教は仏教なんだけど、俺は中国の思想がかなり強いと思ってるね。先祖は偉いとか、お父さんが偉いとかさ。だから日本の仏教のイメージを語るよりも、俺は原始仏教を知ってもらった方が面白いと思うね。ブッダ本人が言ったであろうこと。だから、ブッダってすごいドライなんだよ。いろいろと。そう、ブッダの教えとね、全然違う。例えば、仏教って、冠婚葬祭に関わるなっつってんの。あれ、宗教で金儲けだからって。要は、冠婚葬祭、結婚式とかやるな。出席するな。葬式とかやるな。死んだらただのものだからって。あれはビジネスだから関わるなってまず言ってんのよ。あと、仏像は作るなって。仏が偉いんじゃなくて、宇宙法則を知ることがお前らのことだから、俺のことを拝んだらダメっつってんの。で、お経は残すなって言ってんの。呪文を唱えるなっつってんの。バカにはバカにも分かるように、頭のいい人には頭のいい人に分かるように、これ大気説法って言うんだけど、相手が分かるようにするのが仏教だから、相手が分からない言語とかを話すなと。バカ相手、幼稚園生相手に、なんか専門用語とか使うなって。だから仏教のブッダって、バイリンガルとかも多言語を使ってもう説法してるんですよ。だからお経っていうのはブッダが話したことを経典に残してるから、だからね、庶民に対しては、輪廻転生っていう言葉がよく出てくるの。要は輪廻転生信仰してるから。だけど、頭のいい哲学者とかで話すときにそういう用語が一切出てこないの。宗教って人殺しても問題ないの？ちょっと質問の意味が分かんないな。輪廻転生。香典を通した人だからそうなる。だから呪文っていうの、要はお経を書き記すのも禁止してるんだよね。で、さらにはブッダが最後に唱えたことがすごい面白いんだけど、俺の考えとか哲学も捨てろって言ったんだよ。いかだの例えで言ったんだけど、でっかい川があるだろうって。でっかい川で次の大陸渡りたいと、お前向こう側に行きたいだろうって。で、一生懸命こっちの大陸でいかだを作ると、船を作るだろうって。で、船愛着湧くだろうって。で、その船っていうのは仏教なんだよって。で、お前大陸渡った後にそのいかだ担いで旅するかって、置いてくだろうって。仏教っていうのはそういうものだから、お前が悟、さ、次の大陸っていうのは悟りのことを指すんだけど、仏教に依存するなよっていうことをブッダは言ってて。だから、お前が必要なくなったり悟ったりしたら、仏教そのものもいらないんだから、お前の教えを広めなさいって。もしくは困ってる人を助けなさいって。悟ったらお前困らないんだからっていう。だからそれくらい、なんつうの、ドライなんだよね。仏教に依存してないの、ブッダが。輪廻転生でも輪廻転生でも合ってるよ。そう、悟るまでの船っていう、それが最後の説法ですね。死ぬ前の。旧約では異教徒を皆殺し、キリストは誰も殺すなです。キリスト教もだって旧約聖書をもとに信仰してるわけじゃん。それはだからパウロが改変したんだよ。意識は前世の記憶を引き継いでる。それを否定したのがブッダだね。アートマンはいない。要はデータベースはないって言ったわけだから、意識とか魂ってものはないっていうことを間接的に言ってるのが仏教だね。お経ってなんかいっぱいあるでしょう。どれが一番合ってるとか正しいことがあるんですか？すごいいい質問ですね。仏教の面白いところって、仏ってブッダ一人じゃないんですよ。開祖って言われるんだけど、仏教を開いた人はゴーダマ・シッダールタっていう人が悟りを開いてブッダになるんです。ブッダっていうのは目が覚めた人っていう意味なのね。で、目が覚めたら全員ブッダなんですよ。面白いでしょ。だから、日本で言うと、なんだっけ、
仏っていっぱいいるでしょ。仏像にいっぱい名前がついてるでしょ。そう、悟る人っていう、悟ったら全員ブッダなの。だから悟った人の教えであれば全部同じことを言うはずだって言って、どん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 書き換えられて新しくできてるの。だから時代時代によって言ってることが違うんですよ。だからどれが合ってるかどうか、正しいかどうかっていうのは、自分がどれか、どれが合ってるかっていうのを見ていけばいいんだ。だからお坊さんに真理を教えてくださいとか悩みを相談して、あ、この人の考え方が一番合ってるなっていうのを選べばいいと思うよ。それは仏教に限らず、キリスト教の考え方でも、イスラム教の考え方でも、ユダヤ教でも、ヒンドゥー教でも、何でもいいと思う。そうそう、目覚めた人とか目が覚めた人。だからね、本当は悟りっていう言葉がこっちの方がいいんだよ。悟り。悟りってね、俺はこっちの方が、日本語として当てはまってるなと思うんだよ。だから、悟空っていう言葉って、空を悟るっていう、まさに仏教用語なんだよ。なんだっけ、三国志だっけ、三国志じゃなくて、なんだっけ、猪八戒、沙悟浄とか、三蔵法師とかの物語ってなんだっけ、シルクロードに渡って天竺に行って、天竺っていうのはインドのことなんだけど、あれ仏教を持って帰る旅のことなんだよ。だから、孫悟空の悟空って空を悟るって書くんだよね。あれ仏教の物語だよ。どの仏が好き？俺はブッダ派かな。俺は悟ってるわけねえじゃん。煩悩の塊でしょ。俺が仏教者を名乗らないのは、仏教無理だっていうのが、仏教好きなんだけど、仏教が一番当てはまって正しいと思うんだけど、煩悩の塊だからね。無理無理。悟ってないですよ。こんな煩悩の塊のやつがさ、俺仏教徒だからって言ったらさ、お前、嘘つけって話になるでしょ。だから俺はブディスト名乗んないよ。無神論者だってよ。無宗教だって名乗る。三蔵法師がサンスクリット語漢字訳者。そうそうそう。お経の始まりだね。空海ってどんな人ですか？俺日本仏教詳しくないんだ。ごめんなさい。申し訳ない。日本仏教は全然わかんない。いや、全然出てないっす、僕は。仏教フリークっていうか、宗教フリークで、もともと、なんで宗教の勉強したかっていうと、宗教大っ嫌いだったの。全員嘘つきばっかりで。神様いないと思ってたのね。俺は神はいるじゃなくて、あるっていうのが俺の答えなんだけど。で、宗教家って嘘つきばっかりじゃん。だから、論破してやろうと思って、めちゃめちゃ勉強した。独学です。実在したかどうかで言ったらさ、例えばさ、5分前世界誕生説と同じで、実在したの、ブッダは実在したの、キリストは実在したのっていう陰謀論になっちゃうから、いたであろうっていう仮定で話すしかできないよね。だって過去の記憶をさ、証明することって難しいじゃん。こんばんは、高山さん。だからいたであろうという仮定で話してますよね。天台宗から密教を再、え、先、先、先導って、真言宗を立ち上げて流行を手にしたのが空海。俺ほら、地元が成田で禅を修行させてもらってた、禅寺借りてたのが成田山で、でそこは空海のね、成田山は空海だから、だからあれだよ、そこで禅を教わった時は真言系の禅のやり方だったね。西遊記だ、西遊記、ありがとう。西遊記で思い出したけど、沙悟浄が首にかけてるドクロのネックレス、あれ歴代三蔵の骨。へえ。空海はお国の命令で三蔵法師の教えを中国に聞きに行った人。あれか、遣唐使か。遣唐使、遣隋使の話か。質問するのも野暮なんか。独学ですね。だから間違ってることも多々あるんだと思う。多々あるんで、そこは、まあ、和道が付加してるよっていうふうに捉えてもらって全然構わないです。天道教？天道教わかんないですね。鼻はね、なんかアレルギーで、もうずっと鼻噛んでたら真っ赤になっちゃってさ。唐に使いを出した人だよね、簡単に言うと。要は、日本に仏教を持ってこようっていう。だからあれでしょ？西遊記と一緒でしょ？だから最澄と空海でしょ？だから俺、日本のあれはわかんないよ。辛い辛い。あれだよ、そんな専門家じゃないから、俺に質問しても意味ないよ。みんなの方が詳しいと思うよ。さくらさん、こんばんは。
聖徳太子の命令か。四国の汚染路88箇所は空海。ああ、空海が作ったんだ。空中浮遊できる人間っていつ生まれるんだろうか。反重力装置とかロマンあるよね。太ったね。今80キロぐらいかな。結構体重重たいっすよ。新しいフォロワーさん、トーマルさん、クーカリツーさん、緑のイルカさん、クロスさん、なんて読むんだろうな。なんか、おしゃれなサムネの人、マリアンさん、フォロー、お姉さん、リンゴッペさん、コロマルさん、フォローありがとう。禅問答で人は死んだらどうなるの？ああ、面白いね。禅問答ってさ、先祖返りをしていて、なんて言えばいいんだろうな。禅問、要はね、仏教って原始仏教があって、今で言う原始仏教っていうのがあって、その後、上座部仏教っていうのができて、大乗仏教っていうのができて、その後にできるのが禅っていう考え方なんだけど、先祖返りをするんだよ。要は、ブッダがやってたこと、要は、なんつうの、体感だけを極めていくとか、ディベートばっかりやるみたいな、先祖返りするのが禅なんだけど、禅の世界って なんて言うんだろうな。なんて言えばいいんだろうな。だから、もう人によるかどうかなんだよ。要はね、禅の考え方って、悟ってるかどうかしか見ないの。だから何言っても正解でもあるし、何言っても間違いでもあるから、言葉遊びじゃないと思うよ。そいつの目とか、だからね、摂取っていうのがあるんだけど、片手で拍手をしてみる。手をこうやって打てっていう。片手でやれっていうのがあって、それが摂取が面白いんだけど、摂取、摂取ってひたすらやる物語があるの。で、わけわかんないじゃん、傍から見てる人が。そしたら、ある日、突然、その禅の師匠が、合格だっていう世界なの。わかる？もうファンタジーの世界じゃん。だからハンターみたいな世界なんだよ。要は念能力っていうか、そういう世界だと思ってください。念、要は能力者が見えてるかどうかみたいな、悟った人が悟ってるかどうか見えるっていう世界なんだよ。普通の人にはわからない世界。エホバの活動なんとかしてくれ。俺全然なんとかする気はないかな。そろそろエヴァの話聞きたい。ああ、だからね、エヴァンゲリオンってどういう話かっていうと、キリスト教的っていうのかな、西洋的な宗教観のアプローチをしていって、最後ね、シンジ君がニルバーナする話だと思ってますね。最後、仏教的なアプローチで終わるのがアニメ版のエヴァだと思ってる。清浄仏教よりも原始仏教に近いと思う。っていうか、ブッダ本人みたいな、悟ることのみに特化していくみたいな感じかな。人類補完計画って人間みんな液体になって一緒になりましょう。傷つかないで済むようにってことだよね。そう。だから、なんていうのかな。ハルマゲドンだよね。まさに。西洋的な言うところの。身長、僕？俺？身長170だよ。朝原彰晃が2000年前に生まれてたキリストみたいになってたかな。いや、俺はね、もっと江戸時代じゃないな。安土桃山時代とかに生まれてたら、大名になってたろうね。超強いと思うよ。なんだろう、戦国時代とかに生まれてたら、絶対名を残してると思ってる、俺は。時代が悪かっただろうね。人殺しダメだからね。人殺しして、要は殺せるのが英雄の時代だったら、もう信者バンバン獲得していって、領土拡大しまくってただろうね。時代が悪かったんでしょ。共同体？何が？骨太の内容で大満足。ありがとうございます、ヒコヌンさん。もしまた面白いなと思ったらフォローしてください。鎌倉新仏教とかありましたね。法然。俺は、ごめんね。日本仏教、本当に知らないです。で、なんでかっていうと、日本仏教全部嘘だと思ってます。大乗仏教は基本的、全部嘘だと思ってて、仏教と何の関係もないっていうのが僕の結論なんですよ。だから超毛嫌いしてますね。日本の仏教全部嘘だと思ってます。
あれはただのカルト宗教だと思ってますね。はい。二重同祖論について教えてください。二重同祖論で言ったら俺その末裔だから、だからユダヤ系の顔してるでしょ。俺その末裔なのよ。だからユダヤ系の顔してるでしょ、俺。島津藩だから。だから旗氏だから。旗って聞いたこと、都市伝説とか詳しい人だったら聞いたことあるけど、畑っていうのが、平安京とか作ったって、畑の家系なのよ。で、島津だから、俺。だから、二重同祖論っていうのは、まあ、本当だろうなっていう。俺は直感的に自分の調べで言うと。例えば、その天狗って明らかにもうユダヤ人だし、天狗はユダヤ人じゃん？知ってる？天狗、ユダヤ人なの。例えば、天狗ってみんなどんなイメージかわかんないんだけど、こんなイメージだと思うんだよ。天狗。これで合ってるよね。例えば、鼻がでっかくて、目が彫りが深くて、頭になんかかぶせてて、巻物持ってて、なんか魔術を使うと。で、山に住んでるというのが天狗の設定なんだけど、これってさ、ユダヤ教の司祭の動きを見てみるとわかるんだけど、これユダヤ教の お祭りっていうか神事をやる時の格好なんだけど、これじゃないの。これでしょ。で、じゃあ巻物は何なのかっていうとさ、巻物って一体何なのっていうと、これでしょ。トーラーじゃないの。全部辻褄が合うんだよね。トーラーでしょ。これ旧約聖書が書いてあるやつで、偉い人しか持てないんだけど、これのことでしょ。似てるっていうかさ、あと、巫女、アークっていう、三種の神器っていうのがあるんだけど、アークっていうのがあるのね。要は、モーゼの十戒って聞いたことあると思うけど、モーゼの十戒って言って、神様から契約した石板が入ってる箱のことをアークって言うんだけど、これ日本人なら知ってるんだよ。これでしょ？ これアークって言うんだけど、これおみこしでしょ？アークでしょ？確定じゃないの？全部俺繋がってると思ってて、これをここまで証拠があって、日中同祖論は陰謀だよっていうのは、ちょっとめちゃくちゃだと思ってるんだと思うけど、どうなのかな？神道がユダヤ教のコピーっていうの。だから、少数に入り込んだっていうのが俺の説。だから、日本人全部がユダヤ人だっていうからおかしくなってくるんだけど、その旗の家系って、百済っていう国から3世紀に帰化したんだよ、日本に。要は、百済、朝鮮にあった国が滅んで、日本に帰化するのが3世紀なのね。で、旗氏っていうのを名乗って、後の島津家になるんだけど、すごい影響を及ぼすのよ、外国人なのに。で、その百済の文献を見てみると、百済は別の大陸から来た新国家だって言われてんの。明らかにもうこういうさ、文化とか見たら百済が持ってきたの分かるでしょ。まあ日本人っちゃ日本人だけど。だからその、まあなんつうの、ユダヤとかっていうのはよく分かんないっていうのは、その旗氏の家系だっていうから、俺がユダヤ人だって言ってるわけじゃなくて、先祖にユダヤ人いた家系の、要は薄く血が入ってると。だって俺、徳川家康の血も入ってんだよ。薄く。8000分の1ぐらい。宗教につながってるのは分かるけど、血なつながってるのはどうかと思う。その辺が分かんないのは多分、はしょってるからだね。そうそう、系譜。そうそう。要は文化を持ってきて、要はその百済からその旗氏が来たっていうのはもう学問的に絶対間違いないのよ。で、旗の一族っていうのが、その結構なんつうの、突拍子もない結構文化をもたらしてきてるんだけど、まあユダヤの地で入ってるだろうなと思うよ、俺。だってその何だろう、自分の顔の作りを見て、明らかに、なんつうの、日本人的な、要は縄文系、弥生系がちょっと強いけど、まあ、ユダヤっぽいよなっていうのわかる。その一族見てて。親父がもうユダヤ人にしか見えないもん。どう見ても。
まあそれが日中同祖論ですね。顔からなんとなくわかんないよ。ありえんとは思ったけど。いや、だからまあ信じるか信じないかはあなた次第ですの世界だから、これは。ただまあ、調べていく中で、まあ間違いなくユダヤの文化は入ってきてて、それが、その一族が影響を及ぼしたっていうのはわかるかな。ちなみに地元のお隣近所ってなんとなく似てたりします？全然。だって、島津家ってもともと鹿児島の人間なんですよ。で、鹿児島系じゃないのよ。だから関東に顔似てる人なんかいないよ。千葉の人間じゃないもん、島津って。島津って薩摩でしょ。薩摩の人間だから。そうだね、アダムとイブの血を持ってるね。東北に青い瞳を持ってる人がなぜ多いかっていうと、ロシアから人が入ってきてるからですよ、あれは。世界は動かしてないよね。インターネットで管巻いてる インターネットで管を巻いてる、ユダヤ人の末裔がいるっていうファンタジーですよ インターネットで無双してるやつがいるんだよ。そういう話。世界動かしてるなんて誰も言ってない。ミカサの宮様はユダヤ研究してましたね。だって、なんつうの、俺は入ってきてないって思う方が結構きつい話だなとは思うけど。だって、なんつうの、急にその文明が発達したりとか文献が出てくるっていうのは明らかに文化が入ってきてるからなんだよ。でさ、関明夫とかも語ってるけど、あれはまあ半分本当で半分嘘だと、半分ファンタジーって言ったらいいのかな。でも結構ね、的を得てること言ってるよ。今日やるよ。毎日やるから。今日はね、でもね、雑談をちょっとやりたいなと思ってて。まあ、日中同祖論、こんな感じかな。まあ、他にもいっぱいあるんだけど、例えば、なんだろうな。まあ、日本のさ、なんだっけ、京都にある祭りなんだっけ。なんつったっけ。あ、京都の祇園祭か。祇園ってもともと祇園だって言って、祇園って市内山のことを指すとか、祇園祭になぜか 明らかにこれ ユダヤ教のあれだろうっていうのが残ってるのよ。祇園祭。面白いよね。シオンね。だから祇園祭とか、あと唱えてる祝詞って言うんだけど、日本語だと何言ってるか分かんないけど、ユダヤ語と意味が分かるっていう。まあ全然うさんくさくていいと思うよ。世の中、俺は世の中の方がうさんくさいと思ってるから 世の中の方が俺にとっては全然うさんくさいよ。フクロウとか、なんつうの、アラビア宮殿みたいなのが映ってるっていう話だね。シャンピン相手にならないと思ってないよ。俺は自分が弱いからトレーニングしてるだけだから、本当に相手にならないと思ったらトレーニングする必要ないでしょ。俺は弱いからトレーニングするんだよ。面白いよね。話半分に聞いてください。ニコなかなかなかやばいバグがあったみたいな。ニコニコ生放送はバグの問題よりも運営の方がなかなかやばいから、ね、殿様経営もうやめてほしいんだけど。コアル日和さん、ありがとう。もしよかったらフォローしてってください。初コメありがとう。面白いよね。でもね、歴史っていうのは権力者の都合のいいようにずっと書き換えられていくっていうのは当たり前だから、童話問題とかもあれっていうのは戦争捕虜のことなのね。戦争捕虜の村のことなのよ。だから島津、実は島津藩なんだけど、武田に敗れて落ち武者になってるから、島津村っていう部落の出身なの。台頭を許されてる。
とかね、その差別につながるから教科書では教えられないことっていうのがいっぱいあるんだよ。だからね、権力者の都合よくっていうのとも言い換えられるし、その時の倫理観とかで伝えられない歴史とかっていっぱいあるの。だからお寺の人とか神主とかが本当の歴史に詳しかったりするのは本当なのよ。なんでかっていうと、文献をそこにずっと日本は残してきたから。図書館、データベースなんだよ。仏教とか、神道の神社とかって。同地区出身なんだ。ペリーの関係の血筋の可能性ある。ペリーの関係者は関係ないよ。ペリーは全然後でしょ。俺は3世紀だから。要は、ヤマトタケルの前の時代でしょ。神武天皇とかの前の時代でしょ。だから3世紀っつったら、なんだ、卑弥呼とか。わかんないけど。ギャップがすごいよね。朝鮮部落ではないよ。要は、だから、朝鮮人なのよ。要は、何百年前だ。1700年前に日本に帰化した朝鮮人のこと。百済っていう、朝鮮っていう国がなくて、百済が滅んだ時に日本に逃げてきた人たちだから。でしょ？だから、在日、元在日だよね。くだらないよ。なんか在日とかさ。だって日本ってもともとさ、弥生人だってさ、侵略してってさ、もともとね、アイヌ系とかさ、沖縄とか北海道とかにいる顔の濃い人たちがどんぐりね、食べてたのが元なんだからさ。ユダヤが入ったのは最初はペリーだと思ってたが、未だ前があるのか。そう、クララ、そうそう。幕末から明治維新は謎の歴史。そうかな。でも、なんか俺ね、ばあちゃんに昔の話聞くの大好きで、で、ばあちゃんがね、なんか酔っ払って梅酒飲みながら二人で戦争の話とか聞くんだけど、面白いんだよ、やっぱり。あ、そういえば、なんかじいちゃんが坂本龍馬と飲んだとか言ってたな、みたいな。で、ふかしに聞こえるじゃん。だけど、ばあちゃんが80歳とかで、そのじいちゃんとかだから時代合うし、江戸時代って3000万人しかいないんだよ。だから人口がすごい少ないから、やっぱね、リアルなんだよね。なんか、教科書で習う歴史とか全然違くて。そういえばなんか坂本龍馬と、みたいな。ああ、やっぱそういうもんなんだなと思って。ばあちゃんふかしたりするの大嫌いだから。前世で龍馬とよく飲む。いわゆる在日戦後に居座った朝鮮人のこと。だからね、それはね、俺よく言うんだけど、まず、それをしたのは日本人なんだよ。まず、朝鮮人っていう概念がなくて、中国の満州国も、朝鮮も台湾も日本人として育てたわけですよ。で、急に戦争を負けたせいで、日本人が、急に、そのアメリカが国分けろってなったわけじゃん。だから、ばあちゃんの話って超リアルで、沖縄が台湾になるか、要は中国になるか日本になるかわからない時代ってあったんだよ。要は、沖縄ではお金使えない、日本円が使えなくて、軍が発行してるお金っていうのがあったの。で、ばあちゃん未だにそれ持ってるんだけど、そういう本当の歴史を知らないから、だから沖縄で起こってるさ、反日運動みたいなのとかも理解できないんだよ、関東の人って。朝鮮も日本だったんだよ。朝鮮人って日本、朝鮮人っていう言い方をするのは良くなくて、俺はね、彼らの悲劇っていうのは、朝鮮人は別に悪い人いないんだよ。そうじゃなくて、あそこは政府が悪すぎるの。要は、かわいそうなんだよ。だから、人種によっていい人も悪い人も犯罪者も善人もいるに決まってるじゃん。カテゴリーで批判するのは日本人の悪いところだよ。その差別って言うんだよ。これは日本人にもっと悪いやつもいるし、いいやつもいるし、だから何々人だからっていうのはくだらないと思ってるから、俺は良くないと思って。そうだね、龍馬は武器商人だね。そう、あそこは政府が、ダメすぎるんだよ。島津が沖縄を侵略する前は琉球王国。そう。で、中国の属国だったの、沖縄っていうの。で、島津が乗り込むのよ。中国に喧嘩売ったりとか。島津ってイケイケだから、イギリスが単独で九州攻めてきた時も打ち破ったりしてるぐらい戦が強かったのね、島津藩って。はい、わこつ。
傀儡政権作って隣同士いがみ合わせて侵略するのは昔から変わらない。っていうかね、多分ね、隣同士で仲いい国ってあんまないと思うよ。海隔ててるから日本はラッキーぐらいだよね。在日って帰っても反感、いても反感。そう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 。強い感じがあるけど、それを考えてあげないといけない。俺もそれは同意見。ただ、もう3世代、4世代目だから、帰化してくださいっていうのは。日本好きで日本住むんだったら日本人になってよ、ウェルカムだよっていうのは俺の気持ちかな。で、もう3世代も経つとさ、帰れないじゃん。向こうに親戚とかないわけじゃん。だから帰化しようよっていう、一緒に日本作ろうぜっていうのが俺の考えかな。だって帰化したら日本人なんだから。俺はウェルカムだよ。自分のルーツ、楽しいね。私も祖先は、なんて呼ぶの？バンジー。なんとたどれるみたい方。隣人愛じゃん。中国、韓国、日本が仲悪いのはアメリカの陰謀。陰謀っていうかね、寺に、そう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 。だから俺は島津の長男だから27代目の、血判書を押してるらしいんだけど、寺が燃えたらしいね。俺の代で終わりですよ、島津家は。しかし日本人になってもらえば問題ないと自分も思う。そうだね。飛行機を乗っ取って北朝鮮に行きました。だって北朝鮮が楽園って言ってた時代もあるんだからさ。だって日本がその戦争やってた頃は今の北朝鮮みたいに見えたと思うよ。まあドイツとかもそうだけど。ヒトラーとかね、まあそうじゃないとか賛否両論あるけど、隣国の感情としてはなんかイケイケだなみたいな。そうそう、人類皆兄弟ですよ。多様性があっていいじゃない。島津って知り合いいるけど、あ、そうなんだ。俺はね、山辺に鳥だから分家の方なんですよ。その島津だったら本家の、名前だからランクは高いですね。金持ちだった、金持ちだったら本家の結構太い方だね。弥生人っていうのは、朝鮮大陸から来てますね。朝鮮大陸から、九州の方から渡ってくる。だから、稲作を持ってきた人たちですよ。簡単に言うと。だから、弥生人と縄文人。だから、それを一番ね、テキストとして見るのは、歴史の教科書とか面白くないでしょ。小春日和さんいらっしゃい。よ、振りが効いてきたよ。ですね、みんなが、あ、なるほどっていうアニメ教えてあげようか。弥生人と縄文人のアニメがあるんですよ。誰か知ってる人いる？弥生人と縄文人の話を一番わかりやすく描いてるアニメーション。なんだと思う、みんな。みんな知ってるよ、多分。島津はまあ、だから大名の家系だから名乗れないからね。ドラゴンボール火の鳥みんな書いてみて。弥生人と縄文人の話を書いてるアニメ作品があります。何だと思いますか？ワンピース。ワンピースはうまくね、そういうのをフェイクっつうか、なんかこう、世界で起こってることをうまく書いてるよね。戦争とか、ドラえもん。あ、みんなわかんない？グラップラー、バッキー関係ねえわ。グラップラー、バッキー絶対ないわ。あ、出てこないですね、答えが。出てこないね。誰か正解わかんないかな。みんなどんどん書いて。縄文人だか弥生人のうまく書いてる作品があるの。バカボンド。違うな。ラキスタ全然違うな。まさにその時の時代の激動を書いてるのが、答え言ってよかったら手を挙げてください。答え言ってよかった。ブーブランマさん、ちょっとごめん、話が逸れちゃってるから、竹島問題はまた別の機会で。答え言っていいんだったら手挙げて。ギャートルズ。ギャートルズ古すぎるわ。原始人じゃん、あれ。弥生人、縄文時代の葛藤を書いた作品、知りたい人手挙げてください。キングダムはね、中国王朝の話じゃなかった、始皇帝の話だよね。ドラえもん。 まだ考えたい。ああ、なるほどって言うと思うよ。三国無双、ゲームじゃん、それ。じゃあ、トイレから帰ってきたら言っていい？誰も手あげない。誰も手あげないってどういうこと？まだ言いたいの？分かった。じゃあ考えといて、トイレ行ってくる。
ただいま、ただいま。帰ってきました。エヴァンってわかんないな。ヒントが欲しい。ジブリアニメですね。はい、正解。ブブラムさん正解です。もののけ姫ですね。もののけ姫っていうのは、縄文と弥生の葛藤を描いてる作品です。正解です。ぶっこみのタク全然関係ないでしょ。弥生人は何の言語を話してた？日本語は日本語でしょ。うん。だから方言ってきつかったりするんでしょ。うん。そうそうそう。帝とか出てくるでしょ。帝って天皇のことだから。アニメって言うからみんなわからなかった。アニメでしょ。もののけ姫アニメでしょ。うん。あれ、神から人に支配が移り変わる話だっけ？要はアミニズムっていう、その日本が信仰してた、要は縄文人が信仰してたアミニズム、神道の原型になる神がいた頃の話だよねっていう世界観と、あとはアッシャカっていうのは縄文系なんですよ。だから着てる服が古代の日本っぽいでしょ。マガタマっぽい、マガタマをつけてそうな服でしょ。なんか黒曜石のとか、あと村八分になるんですよ、あれ。アッシャカって要は呪いが降りかかって旅立てみたいな、かっこよく書いてるけど、あれってさ、実はさ、おばあさん、村長のおばあさんも言ってるけど、掟によって見送りはしないみたいなこと言ってるじゃん。で、かっこよく旅立つみたいに書いてるけど、あれってさ、要はもうこの村から出てけっつって、だってアッシャカって本当は村長になるぐらいの男手が少なくて、要は婚約者もいたわけじゃん。そう。だから本当は幸せにあそこで暮らすはずだったんだけど、たたりがあったから、要はあれだよ、見殺しにされた男の話なんだよ、あれ。村八部よ、うん、入ってくる頃の話じゃなくて、弥生と縄文の文明があった頃の話だね、の葛藤があった話だから、弥生が入ってきた頃の話じゃないね。で、その要はなんつうの、そういう縄文的な生き方をしてた部落があったわけですよ、村があったわけじゃん。だけど弥生系の人たちはタタラ場とかを形成していって、国家を形成していく時の話じゃん。だから神殺しをしようとするのよ、エボシは。ハンセン患者を収容する、そう、要は病気になって、その仕事をなくなって村八分になっていった部落を形成して、そこのトップに立ってたのがエボシなんだよ。それで革命を起こそうとしてたの。そう、要は帝に立てつこうとしてたんだよ。それの要はそのなんつうの、権威を作るために、要は神殺しをしようとしてたっていう。だから武器を作ってたわけでしょ、彼らは。だから室町時代の頃の話って言われてるよね、室町の日本がモデル。室町だよ、あの話は。室町に近いじゃなくて、室町の話だよ、時代背景的には。だからどんどんそこから沖縄の方とか北海道の方にどんどん追いやられていく前の話ね。セイントお兄さん。一休さんのエピソードですごい好きなエピソードがあってさ、猫をいじめて殺そうとしてる子供がいたんだよ。でその時に、やめなさいって子供に一休さんが説教するんだよね。やめなさいって。その時に一休さん嘘つくんだけど、猫を殺すと猫のたたりで次の来世は猫に生まれ変わるぞって説法したの。要は殺しをやめさせるために嘘をついたのね、一休さんが。子供に猫をいじめて殺そうとしてたから、やめなさいって、またこの猫みたいに生まれ変わっちゃうぞって言ったら、その子供は何したかっていうと、一休さん殺そうとするんだよ。
急に刃物を持ってきて、一休さんぶっ殺せって言った時に、一休さんが、どうしたどうしたやめろって言って。なんで俺を殺すんだっつったら、一休さんになりたいって言った。子供が。うん。トンチで負けるっていうね。うん、そのエピソード結構好きですね、僕は。沖縄はまあ確実に日本でしょ。うん。うん、面白いよね。まあまあ仏教の面白さだよ。まあ輪廻が嘘っていう一個の例えでもあるんだけど、日本仏教的な例えだね。うん、あとはね、なんだっけな。面白いのが、あの、一個の歌があるんだけど、仏教のね、日本のお坊さんが作った歌があるんだけど、あ、ちょっとうろ覚えだな。あのね、要は、自分の屋敷の中で、こうやって、っていう風な、2回手を叩くと、どういう現象が起こるかっていうと、女中は、お茶でしょうかって言って寄ってきて、鳥はバサバサって逃げて、池にいた鯉は餌がもらえると思ってわちゃわちゃするんだ。要は、ただ手を叩くっていう行為で、世の中のそれぞれの人たちの動きが全然違うと。要は、鳥は逃げるとかさ、あの、女中はお茶ですかって寄ってくるし、鯉は餌もらえると思ってパクパクすると。要は、それがうまく一個の歌、詩になってるんだけど、短歌になってるんだけど、それがね、まさに仏教の世界観を表してるよね。うん、灰色の目の人がいる。あ、それね、さっき話題に出た青色とか灰色の目の人って。それはロシアが近いから。要は西洋人が入ってきてるっていう。昔から。流れ着いてきてる。うん、だから向こうの人とかは綺麗だっていうね。うん、肌が白いとか。うん、優しい嘘。うん、その歌なんて言ったかな？ちょっと調べてもいい？うん、文献取ってくるわ。なんていう歌だったっけな。すごい時間かかるかもしれないから、雑談やりながらにしましょう。仏教編どこだ。仏教、仏教、ここだ、仏教。ちょっと待ってね。キューちゃん牧師は神様ですか？神様じゃないでしょ。牧師でしょ。うん、あ、ここに書いてあるね。一休禅師のエピソードがある。子供が猫を捕まえて殺そうとしていたのを見とがめた一休禅師が、おやめなさい、猫を殺したわ、あなたはその報いで来世は猫に生まれ変わってしまうぞと諭した。するとその子供はいきなり一休禅師に踊りかかって殺そうとしてきた。そしてこう言った。私は生まれ変わったら来世は一休禅師のような第一者に生まれ変わりたい。この子はなかなか頭がいい。論理上は一休禅師の負けである。うん、今話したエピソードがあったね。あ、ありました。読みますよ。手を打てば、鯉は餌と聞き、鳥は逃げ、女中は茶と聞く、猿沢の池。書きましょうか。うん、これはですね、放送宗の寺である興福寺の高僧、田川俊英さんですね。田川俊英氏は、その著書、由意識十章の中で、由意識を表す言葉として、次の短歌を引いていると。まあいいか。手を打てば、鯉は餌と聞き、鳥は逃げ、女中は茶と聞く、猿沢の池と。これ、由意識仏教の考え方ですね。うん、手を叩くという行為一つとってみても、それを受け取る側の状態、条件の違いで、これほど意識は異なってくる。つまり、耳から聞こえる音、つまり、認識は同じでも、意識の差でその理解の仕方、存在のあり方がこれだけ変わるのであると。面白いね、仏教。
本多いの。いや、本棚を捨ててね、本は全部平積みしてあるね、あそこに。こんな感じかな。うん、本棚買わないとね。主観の世界に生きてる。そうそう、その主観を解き放ってっていうか、主観とか自我っていうものはないって言ったのが仏教だね。うん、そうそう、そういうこと。いや、ニルバーナっていうのは、正しい状態を、世間を捉える、世界を正しく捉えられるっていうのがニルバーナなんだよ。うんうん、その時に手叩いただけだっていう認識ができるっていうのが悟りの状態ね。いいね、みんな主観の世界に生きてる、素晴らしい、ね、頭いい。なかなかそういうコメント書けないよ、素晴らしいですね。本って論理的だよね。そうかな、どうだろうね、うん、考えたこともなかった。新しいフォロワーさん、サンさんフォローありがとう、ありがとう。まあ本の面白いところっていうのは、なんかそう、答えをスパッと書いてるよね、やっぱり。うん、勉強になるよね。ただそれを実践で自分の人生に生かせるかどうかっていうのは、その読んだ人の世界だと思うけど、俺は本を読む人好きだね。仏教は日本のものではないっていうことかな。うん、日本仏教とブッダが言った仏教っていうのは全く別物だっていうのが俺の主張。うん、全くは言い過ぎかもしれないけど、うん、仏の教えだとは思ってないかな。自分の病気の話をしてるやつの方が花火上がってるね。まあそいつの方が囲われてるんですよ。その人が誰か分かんないけど、それでいいと思うよ。うん、だからその応援してる人がどれだけ多いかだから。俺は別に他人と比べてないから、うん、その人が囲われてるっていう、その人がファンが多いっていう、ただそれだけだと思うよ。うん、他人と比べたらね、あいつに勝ってるとか優越感に浸ったりとか、あの俺の方が負けてる、悔しいとかってさ、意味ないじゃん。うん、自分のやるべきことをやるだけだから。山田風太郎が好き。あ、わかんないっすね、ごめんなさい、勉強不足で。うん、ファンが多いんだよ、その人に。稲子は神ですか？神です、神ですね、間違いないです。稲子は神ですよ。なんかその上見たり下見たりとか、要は上を目指せとか言うじゃん。俺あんまり意味ないと思ってて、まず一番大事なのは自分の道を決めること。道を決めるのは簡単で、ゴールを決めればいいんですよ。そうすると一直線でやるべきことが見えるじゃん。目的とか目標でいいから、ゴールを決めると。で、自分の道を見つけると。で、上とか下とか見ても意味なくて、前向いて歩けばいいだけだと思ってて。で、人によってさ、それはリンクする、交差したりとかして出会ったりするけど、上見ても下見てもキリないから。どの世界でもそうだと思うよ。ぐだぐだ言ってる前に、自分のやりたいこととかやるべきことに向かって歩くのが一番いいと思う。カズさん、バーガープレゼントありがとう。悟ってはないっすね、うん、悟ってはないっす。だってね、あの多いか少ないか分かんないけど、今の実力そのままに数字に表れてるじゃん。まあ収入でもいいし、閲覧数でもいいし、何でもいいけど、稲子風に言うと俺は俺ですからだよね。
だって金梅さんと比べて意味あるのかとか思うもんね。うなちゃんまんと自分比べて意味あるのかとか、関慎吾とかさ。ないもんね。絶対ないと思うよ。それこそね、過疎生主の人とか5万といるわけじゃん。意味ないでしょ。だから上見るのも下見るのもあんま意味ないよ。無駄だよ。止まってるのは悪ですか。だから俺は進化したいっていう、まあさっきの話につながるんだけど、2時間ぐらい前の話。なんか、その成長をしたいと思ってるんですよ、進化。まあ同時に退化でもあるんだけど、無変化が一番ダメだと思ってるかな。変化しない。要は進化するってことは、どっかが退化してるってことだから、変化し続けたいし、成長し続けたいと思ってるから、足を止めるっていうのは、もう現状維持。それは、もう自分の元、なんつうの、ゴールが達成できた時にそうなればいいと思ってて。そしたら、守りに入るじゃん。俺はなんか、守るほどまだ何も得てないと思ってるから。得たものいっぱいあるけれども、自分のゴールとは程遠いんですよ。だから守る段階じゃないなと思って。攻めだなと思って。配信で稼ぐのがゴール。ゴールの一つではあるけど、そこがゴールじゃないね。そこがゴールではない。目的とか手段とかに近いかもしれない。配信で稼ぐっていうのは。俺は自由になりたいんですよ。本当の自由を手に入れたくて、誰よりも自由になりたいのね。だからその時の手段が、まあ、配信でお金を稼ぐっていうことだね。アニメ見てるやつはクズ、宗教はゴミ、和道は神。俺アニメめちゃめちゃ見てるけど。どういうこと？山岡さんいらっしゃい。単純に遠回しに俺のことディスったでしょ。アニメめちゃめちゃ見るし、漫画2万冊ぐらい読んでるけど。いや、どうだろうね。別に肯定も否定も、なんか主観だから、見る人の生き方とか考え方によってさ、その人が神になったり、ゴミになったりするんですよ。だからあんまり俺他人の意見とかって、あ、この人はこう見てるんだなぐらいにしか思わなくて。何が正義とか悪とかないと思うんだよね。なんか正義と悪で揉めるときって大体両方とも正義だと思ってるから揉めるんでしょ。俺は結構なんかどっちでもいいじゃんっていう。なんかそれよりもなんか自分が求めてるところに集中したいですね。銀魂面白いんだ。銀魂あんま好きじゃなかった。世代が多分違うんだろうね。私の尊敬してる人は孫悟空。ドラゴンボールの孫悟空。ほうほう。孫悟空ってでもね、男としては最高なんだけど、父親としては最低だと思ってる。特に嫁さんから旦那として見たら最低だよね。働けって話だから。でもすごいよね。飯がなくなったら恐竜取ってくるからね。ビスケットオリバーにはなりたくないかな。あんま好きなキャラじゃないわ。ビスケットオリバーなんか全然かっこよくないんだよね。俺は嫌いなキャラかもしれない。アニメから勉強になった部分。だから、あれだよ。勉強って何？石ころからでも学ぶやつは学ぶと思ってて。学ばないやつは何見ても学ばないんだよ。大学に行っても遊んでるやつとかいるじゃん。だから、なんだろう。学ぶやつは、勝手に学ぶし、学ばないやつは何を教わっても学ばない。元ベイゾール好きだよ。元ベイゾーかっこいいし、俺も、バキの中で自分が一番近いキャラクターは何って言われたら元ベだと思うよ。解説好きだし。いつの間にか解説員になってたからな、元ベ。元ベイゾーいいじゃん。ダメ？コメンテーター、そう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 。俺あのポジションのキャラクターいないとバキって見れたもんじゃないと思ってるから。だってペットボトルに水含んでプーとかやってるだけの描写だったら意味わかんないでしょ。あそこは求めが違うっていう。人間の顔面にある急所、涙血を微量の水で鋭打されると溺れるんだよって言ってほしくない？あの解説がなかったらあのシーンとかわかんないしさ。これ求めいい味出してると思うけど。
やから配信とかゴミ生活配信とかしか見ない人種もいるから。まあだから、それを否定してるわけじゃん。クーカリツーさんは。クーカリツーさんは、それが、その人たちを見下してるんだよ。要は下に見てるんだよ。わかる？だけど、その見てる中の人にも、いろんなジャンルで素晴らしい才能を持ってる人とかいるんだって。別になんかいろんなジャンルがあっていろんな人がいていいと思うよ。格闘技オタクのくせに、小指の謎の強さ、あれはね、俺も本当にそれ全くそう思う。あのね、元部がね、小指の下りなんで分かってねえんだっていう、逆にお前がそこをねやらないのはおかしいだろって俺も思った。あ、俺ね、最近の日本アニメはもう終わったと思ってるから見てないっすね。日本アニメはもう終わったと思ってますよ。あ、でも絶対見下してる部分あると思うよ。なんか、こいつらはゲラゲラ笑って、オナニー的に解消してるだけなんだろうな、みたいな。でもさ、俺は人生で一番ハッピーなやつって笑ってるやつだと思うから、例えば俺ディズニーランドでよく例えるんだけど、いやー、和道さんディズニーランド超かわいいミッキーだーってさ、例えば30歳のババアがやったらさ、痛いやつじゃん。だけどディズニーランドを6000円払って楽しむっていう行為ではコスパ最強なんだよ。要は夢の世界で夢の住人になってミッキーだキャーって、その時にさ、俺がさ、いや、あれはミッキーじゃない、中に小さいおっさんが入ってるはずだ、とか言ったら冷めるでしょ。冷めるでしょ。それ頭が良くないんですよ。頭がいい風にしてるだけであって、ディズニーランドを楽しむっていう時には、あ、ミッキーだね、すごい、あっちにドナルドいるよってやる方が俺は頭がいいやつだと思ってる。周りからバカだって言われたとしても、実は人生楽しんでるやつなんだよ、そいつって。だからいいんだよ、それで。血管ちぎるやつキモかった。あ、血管ちぎるじゃなくて腕爆発させるやつかな。ナイフの人最強。ナイフの人ってガイア。ガイアバキにボコボコにされてたけど、少なくともアニメは経済効果与えてるけどね。いや、全然俺アニメ肯定派っていうか、むしろ日本で、一番日本人に生まれてよかったなと思うのは漫画とアニメだと思ってるね。エヴァンゲリオンって宗教だよね。だってエヴァンゲリオンってあれ福音って意味だからね。 エヴァンゲリオンってもう福音って書いてあるわけだから、聖書のことを指してるんだよ、あれ。福音書のことだから、要は西洋人からするとね、俺が新しい宗教を作るぜっていうタイトルだからね。だってテーマソングにも書いてあるでしょ、少年よ神話になれっつって、終わりはアスカとシンジがアダムとイブになる話だから。あれは西洋人受け付けないですよ。そう、庵野がそういうアプローチで作ってるわけだから。紐切りか。血管じゃないね。あれは視神経をこう切断するんですよ。イエスの目的は、困ってる人を助ける。 ただそれだけ。イエス・キリストは困ってる人をほっとけなかった人だよね。神様いるって言ってないんだよね、イエス・キリストって。聖書に書いてあるけど、イエスの発言で神は心の中にあるってひたすら言ってんだよ。 だからイエス・キリスト言ってることは正しいと思うよ。キリスト教で教えてること間違ってると思うよ。風船4個ありがとう、ゴルゴ。ありがとThank you.
そろそろトレーニングすっかな。走りに行く？もうちょい喋る。3連休だからさ、別に時間気にしないで配信できるから、今日は。今日トレーニング。へえ、何のトレーニングやってんの？いいじゃん、楽しいよね。体鍛えてんだ。手首のトレーニング。へえ。新しいフォロワーさん、ラニさん、畑さん、フォローありがとう。好きな芸人か、島田紳助ですね、僕は。一番すげえなと思って、話術とか全部総合的に見て、島田紳助が俺は一番好きですね。お、アンニンさん、バカ10個ありがとう。すごいよね、やっぱり。最後はね、なんかちょっと残念な終わり方しちゃったけど、俺は一番好きだったな、しんすけが。キックボクシング上手くなりましたか？自分じゃ分かんないな。本当に自分じゃ分かんない。周りからだんだん良くなってきてるよって言われたりとか、1ラウンド動けなかったのが動けるようになったじゃんとかで、ああ、そうかとは思うけど、まだまだ全然ですよ。風船100個ありがとう。ラニさんバーガーありがとう。え、バグってる？もつきさんバグってる？バグってないよね。なんだろう、バグってますか？初めて言われたよ。みんな見れてるよ。バグってる。バグってないはずだけど。見れてるよね。トークスキルに惚れるタイプですね、僕は結構。なんかラジオっぽいノリで話せる人っていうか、画面を見なくても音で伝えられる人っているんですよ。要は想像力をかきたてるっていうか、だから小説読んでるみたいな感じで、こう脳で補完するタイプっているじゃないですか。言葉だけを使うっていう、そういうタイプが好きですね。配信ソフトは OBS を使ってます、僕は。ユッキャさんいらっしゃい。スパーはしてる？スパーはね、日曜日でやったけど、スパーリングの映像を見たかったら動画流すよ。斉藤さん、おはようございます。今起きたの？おはよう。スパーリング見る？見たい？この前ドレさんとやったやつなら、OBS の2つあるんだけど、俺はスタジオって、 OBS スタジオってやつ使ってますね。無料で使えてすごくいいですよ。うまーく切り替わりますね、こういう感じで。おい、アンガの田中さん、ワード2、ワードワードワード2。サブちゃんいらっしゃい。キャスアカ？キャスアカでふわっち見てんの？サブちゃん。ふわっちアカでしょ、どう考えても。なんだろう、キャスアカって。はい、ワード2。金曜日だね、金曜日。
おー、ブルさん、どうもです。ご無沙汰です。風船200個ありがとう、ブルさん。お疲れ様です。ブルさん、そのサムネが一番かっこいいっすよ。それいいっすよ。突っ込まれると思わなかった。いや、キャスアカは気になるでしょ。はい、カエルさん、風船100個ありがとう。腕のトレーニングがダンベルだけだね。ダンベル10.5キロ。10.5キロだね。それをひたすらやってる感じ。アニメと宗教の話終わっちゃったかね。そうだね。もう、2時間ぐらいやってるから、一段落ついた感じだね。沈黙読んだことないですね。終わっちゃった。慢性鼻炎、ほんとごめんね。聞いてる方もね、嫌だよね。不快だよね。でも宗教の方がほとんど語ってたかな。宗教聞き逃した。 今度誰か今度配信者腕相撲大会開いてくれないかな。なんでやりたいの？俺なんか力自慢とかあんま好きじゃないんだよね。なんか自分の強さを証明するために誰かに勝たないと強いと思えないって結構なんか寂しくない？新しいフォロワーさん、死して五穀の鬼となれさん。メッセージ性半端ねえな。死して五穀の鬼となれさん、右翼の方ですかね。フォローありがとうございます。右翼って言ったら失礼かな。愛国者。ありがとう、フォロー。男の人って腕相撲好き？俺大嫌いだよ。俺腕相撲嫌い。新しいフォロワーさん、ユッキャさん、フォローありがとう。ツイッチでも使えますか？ああ、わかんない。ツイッチやったことないっすね、僕。外部配信に対応してる配信サイトだったら使えるはずですね。ツイッチで外部配信対応してるか調べてみようか。ツイッチ。外部。外部プレイヤー。使えないかもしれないね。使えないかもしれない。ちょっと出てこないですね。多分ダメなんじゃないかな。腕相撲で自分より強い人とやると次の日筋肉痛になるので、それがいい。俺には分かんないかな、その感覚は。ちょっと分かんないな。今日もトレーニングやるよ。トレーニングはやるやる。全然やる。やりますよ。だってトレーニングやんないと。初コメありがとう。こんばんは。ルフナさんいらっしゃい。ちょっと鮫島さんに凸かけたいんだけど、LINE 出ないね。鮫島さんって LINE あんま読まない人なのかな？鮫島さんがなんか、3倍目光をなんか乗り込むとかすげえ言ってて、何があったんだろうと思って。あと、そのなんか、なんだっけ、捨て頃に出るって言ってて、その辺どうなってんだろうと思って。そう。画面真っ暗？見れてるよね？大丈夫でしょ？
そうそうそう。なんか、便所太郎さんに、俺もやらせろとか言ってて。で、なんかその辺の真相を聞きたいなとか思ったんだけど。なんか今、凸かけていいですかって言ったんだよ。LINE で送ったんだけど、既読にならないから、多分 LINE 立ち上げてないんだね。ジブリでね、俺一番好きなのは、風立ちぬがもうダントツで、もう最高傑作だと思いましたね。だからもう鉄板。で、それ以外で言ったら、もののけ姫とか、まあ何でも好きだけど、パヤオ作品だったら基本的好きですね。好きなのは、もののけ姫、あとあれ、紅の豚とか最高ですね。ラスマン激推しさんいらっしゃい。千と千尋は、ちょっと微妙かな。千と千尋嫌いじゃないけど、ちょっと微妙。ちょっと微妙。普通ぐらいかな。もう風立ちぬは最高だったよ、本当に。紅の豚かっこいいよね。蛍の墓嫌いじゃないですけど、俺ね、蛍の墓の話するとね、揉めるんですよ。あれは、なんか戦争の悲劇を書いたんじゃなくて、蟹江戦とかに近い話で、俺の解釈だけど、セーターが節子を殺しちゃった話っていう風な解釈をしてるの。そうすると、そんな描写ないとか言われるんだけど、揉めるんだよね、なんか。リスナーさんが、それはお前が歪んだ解釈してるからだろ、みたいになるから。あんま話したくないんだよ。鮫島さん、佐野さんディスってます？あ、復活への、あれだね、ポンプを入れてるんだろうね、多分ね。風立ちぬ映画館で大人泣きますよね。あれは、2種類の泣く人がいるんだけど、あれは、最愛の人を愛せなかった男の話だから泣けるのね。そこ、なんか普通の人と泣き方が違うんだよ。あれはね、愛せなかった非恋愛の話なんだよ。そう、そこがすごいかっこいいんだよね。で、最後やっと死んで、直子が死んだ後にやっとそれに気づく、二郎さんの話だから、すごいかっこいい話で、悲劇なんだよね。直子はそれ分かってたんだけど。だ夢に溺れたっていうか、ああいう天才の話、夢を追いかけ続ける男ってこうなんだろうなっていう才能を持ってて。隣のトトロのどこが面白いのかわからない。めちゃめちゃ面白いじゃん、隣のトトロ。めちゃめちゃ面白いじゃん。宮崎駿は絵的に面白いって言ったのかな。ポニョとかが近くて、ポニョって全然意味不明な話じゃん。ブレまくってるじゃん。だけど、俺、ポニョ全然面白いのは、アニメーターとしてすごいんだよ。なんかもう、海の上をブワーって駆け抜ける絵とか、映像的な面白さっていうのかな。トトロもそっち系だよね。猫バスの疾走感とか。面白いなと思うよ。蛍の墓について、和道の意見聞かせて。あれは、だから、セイタが節子を殺したっていうのが、俺の考え方の。戦争の悲劇を描いてるのもそうなんだけど、そこがメインじゃなくて、作者が何を伝えたいのかっていうのを読み解くような、要は考えるのが好きなのね。で、俺がずっと違和感あったのが、なんでオープニング、セーターが死ぬところから始まるのかっていう。で、セーターが死んで、節子と再会して、二人で物語を見ていくっていう構成になってるわけじゃん。あれは、懺悔の話だなっていうふうに解釈したの。まず、節子に対して謝りたいっていうか、自分たちの一生を死者になって見守りに行く話だ。で、セーター、かわいそうかわいそう。セーターは戦争で、被害者なんだっていう書き方できるけど、俺にはどうもそう見えなくて、あれはね、セーターってコミュ障なんだよ。やっぱり。で、家の生まれがいいから、プライドも人一倍高くて、だから、節子とセーターは本当は死ぬことはなかったと思ってる、俺は。で、それなんでわかるかっていうと、泥棒することはできるわけじゃん。貧乏になっていってさ、泥棒はして大根とか盗むわけじゃん。泥棒して食ってってたんだよ。でもさ、セーターの体と節子の体を見たら、明らかに節子の方が食う量少ないわけよ。じゃあなんでセーターは生き延びたのか。最後、うつ病になって死ぬと思ってんだけど、要は節子殺しちゃった自害の念でね。で、鍋の中に虫が入ってるシーンとかの描写ってわかる？
セータがこう節子戻ってきた時、栄養失調でガリガリになってくじゃん。でボツボツができてくるんだけど、あの時はなんかの伝染病にかかって死んだみたいな風に勘違いしてる人いるんだけど、明らかにセータの方が飯食ってたんだよ。で節子に飯食わせなかったからあんだけガリガリになって、で鍋の中に虫入ってたって、あれどういうことかっていうと、節子が虫食べるぐらい食えなかったんだよ。あ、やべえ、泣けてきた。俺はそう見えちゃうから、セータが悪いって話じゃないのよ。もうセータの、最後セータも死んじゃうんだけど、その感じが入ってくる。わかる？なんとなく。わかるよっていうか、生きるためにセータは自分が食っちゃったんだよ。でも、それの自害の念で鬱になって死んでいったっていう、その反省の話で、なんかもう複雑な。アキラ面白いね。そう。なんつうんだろう。セーターは悪くないんだけど、なんだろう。戦争もそうなんだけど、戦争背景なんだよね。それがね、なんとも言えず悔しいっていうか、そういう話として俺は見てる。兄のせいってわけじゃないんだけど、兄貴はだから自らも死んじゃうわけじゃん。なんて言うんだろうな。本当は多分、節子に食わせる量をちょっと与えてやってたら、多分二人とも生き残れたんだけど、それが人間じゃないじゃん。そう。で、よくね、おばさん最悪って若い頃みんな言うんだよ。あのおばちゃん嫌なやつだよねって。でもね、よくよく考えて、あのおばさんが言ってること正解なんだよ。セーターが間違ってるの。家から追ん出すじゃん。働きもしないでって言って。あのおばさんが言ってるのは普通の発言なの。要は、セーターさん働きなさいと。で、要は一般の職に就くのが嫌なんでしょって。軍人の息子だから。要は昔で言う侍ですよ。だからプライドがあるわけよ、セータには。で、お金もあったわけじゃん。だけど、戦時中なんだから親もいないんだから働きなさいって言うとも働かなかったわけじゃん。だから今度はじゃあご飯は自分でやりますとか言って、我を張るわけでしょ。あれプライドなんだよ。その家柄っていうか。それが殺しちゃうんだよね。そう、なんとも言えない。誰が悪いってことじゃないの。タニシか虫じゃなくて。いや、タニシは虫だと思うけど。タニシって虫じゃないのかな。俺はタニシは虫だと思うね。兄の煩悩が多かった。そう。だから死とは何なのかとか、生きるってどういうことなのかみたいなテーマ。もちろん戦争も含まれてるんだけどね。嫌だけど、あの感じ悪いおばさん家にいた方良かったと思う。そう、だから家にいさせてくださいって頭下げたら生き残ってたじゃん。そういうチャンスが何回もあったんだよ、実は、セータって。働くとか、おばさんに頼るとか、要は食わせてくださいって一言言えばよかったんだけど、それができないコミュ障っていうか、プライドの高いセータの話なんだよ。タニシは巻き貝な。でも男の子、うわー虫食ってるーっていうシーンなかった？うわーこいつ虫食ってるーっていうシーンあったと思うけど。あったよね。子供がバカにするシーンあるじゃん。なかった？俺そういう記憶あんだけどな。なんか3人ぐらいの男の子が鍋をこうやってやって、虫食ってるやーとか。違うのかな？間違ってたらごめんね。そういう記憶があるな。ひげ伸ばしてますよ。チシさんいらっしゃい。カエルとかだっけ？まあ、カエルとかも食ってたんだろうね。カエルはうまいって言うもんね。あったよね、確か。俺はそういうふうに見ちゃう。どうしても。家出してホームレスは無理ってことか。あの若さでは無理だって話だよね。ホームレスで別に生きていける人もいるから。ただあの若さであの二人の選択は間違ってたっていう話だと思うよ。カエル食ってるか、ルリさん。節子が死んでいくところが悲しい。そうだね。だからなんか蟹工船とか、要はね、食うために生きるみたいな話に見えちゃう。蛍の墓見たことないんだ。すごいよ。高畑勲すごいよ、やっぱり。すごい。これをよく子供向けに抱き合わせ、蛍の墓とトトロを抱き合わせで上映したんだよ。よくやるわと思うよ。トトロ見て、わー、かわいいってなった後、蛍の墓で、やべえわってなるよ。
よくこれをやるな、ジブリみたいな。残酷すぎるわ。すごいよね。どうなんだろうね。でも、なんか、ほら、映画って見る人の感想があって完成だと思うから、解釈ってそれぞれじゃん。だから、作者の意図がどうとか、事実がどうとかじゃなくて、俺はこういう風に見たようで完成するのが映画の楽しみだと思うから、なんか、それぞれいろんな意見があっていいと思うよ。見る人のね、知識レベルとか教養によって映画の見方って変わるわけだから。新しいフォロワーさん、シャックンフォローありがとう。で、どれが正解とかないから。見る人がどう感じたか。だってさ、年齢重ねると分かる映画ってあるじゃん。これ全然面白くないなって思う映画がさ、大人になって震える時とかない？こんな面白かったんだとか。あと、子供の頃すっげえ面白いと思ってたのに、今見ると全然面白くないとか。だからそれがその教養のレベルの差で解釈が変わるっていうことなんだけど。だから正解はないよ。あなたはどう見た？私はこう見たっていうのが楽しい。あと、環境によっても変わるしね。例えば、おじいちゃんがトトロ見たらつまんないと思うけど、孫と一緒にトトロ見に行ったら絶対面白いでしょ。子供はしゃぐから。そうだね。俺は、あれは絶対死んでると思ってるから、サツキとメイは。90年代すごかったよね、本当に。好きな映画は何ですか？実写ですか？アニメですか？実写？なんだろう。どっちの話だろうな。ジブリの陰謀論。陰謀論っていうか結構事実になってること多いからね。千と千尋は風俗嬢の話とかまんまだからね。だからね、やっぱね、貧乏な人たちが作ってる、黎明期みたいな頃の作品は俺好きだね。どのジャンルでも。要は、産業化すると面白くなくなる。V シネマとかあんま見ないっすね。好きな映画監督はマイケル・ムーア監督が大好きですね、僕は。キャピタリズムとか腹抱えて笑うよね。鼻赤いんですよ。今日、鼻炎がすごくて、ティッシュで鼻かみまくって。実写だったらマイケル・ムーア監督が大好きですね、僕は。真面目に語ってて感心してしまった。ローグさん、風船ありがとうございます。もし、また見たいなと思ったらフォローしてください。マイケル・ムーア監督は、もう憧れですね。ヒーローですね、僕の。すげえかっこいい。カメラ一つで世界を変えようとしてるのが、本当にかっこよくて、本当に世界変えようとしてるんだよ。変わんないんだけど。それが、でも変えようとする姿勢。しかもさ、普通世界変えようって言ったら政治家になろうとか、弁を立てようとか、いろんなアプローチがあるんだけど、自分の畑で世界を変えようとするのがすげえかっこいいと思ってて、これだよって思っちゃうね。海元のスプレーやらないと鼻ずっと詰まってる。すごいかっこいいよ。それこそニコ生の走りで、8ミリカメラあるじゃん。10万円ぐらいで買える。あれをこうやって持って、ずーっと撮るだけなの。その映画の。それがずーっと編集されていって、要はメッセージを伝えていくだけなの。だけど、行動をバンバンやるのよ。それがすごい面白いの。もうニコ生みたいなもんよ。コメントのないニコ生みたいなもんで、カメラ一つで世界変えようとするんだよ、本当に。すごいよ。キャピタリズムって資本主義って意味なんだよ。で、まず、最初の冒頭何が始まるかって、YouTube かなんかに動画アップされた、要は、もう、
ーっつって家に立てこもってる家族が警察うーってなってて、もう YouTube みたいにみんな見て、今警察が来てるわ。私たち今から捕まるの。でもこの国は間違ってると思う。私たちは何も悪いことをしてない。みたいな。もう YouTube 的なのから始まって、何何っつって。要は、リーマンショックとかサブプライムローンので家を取り上げられるところから始まるの。で、それで家を取り上げられる人の YouTube から始まって、で、差し押さえをされていく人にどん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 インタビューしていくのよ。で、金融とは何なのかっていう、今度金融工学の方にアプローチをしていって、ゴールドマンサックスとか、そういうやつらにどんどん取材していくの。要は、俺らはハゲタカだよとか言って、ハゲタカっていうのはよとか言って、食いすぎてゲロを吐くんだとか、なんか、そういうなんかもう金儲け大成功みたいなやつらを追ってったりとか、もともとゴールドマンサックスとかで働いてて、その金融理論とかを分かってるチーフとかに話を聞いたりとかするんだけど、マイケル・ムーアの結論は、こいつら全員泥棒だっつって。何？最後のエンディングが超面白いんだけど、警察が巻くテープあるでしょ？現場検証とかで。あれでゴールドマンサックスとかの周りをぐるーってテープで巻いちゃって、で、メガホン持って、この泥棒やろーっつって、国民に返せーって叫ぶのよ。それ逮捕されるんだけど、思い出した？そう、それがめちゃめちゃかっこいいんだよね。そう。隠れた名作で、ニューシネマパラダイスの最後に泣いた。へえ。ああいうことができるっていうのは、本当愛国者だなっていう。愛国左翼だよね。愛国左翼だよ。まあ、マイケル・ムーアの作品全般好きですね。ボーリング・フォー・コロンバイン、カシキュー11。あと、ビッグバンは面白かったね。なんか、アメリカとかも、なんかもういいと、ビッグワンっていう名前にしようっつって。なんでビッグワンかっていうと、なんかアメリカ合衆国とかかっこよくねえと。で、イギリスを見ると、グリートブリテンだと、グレートブリテンだと、もう超かっこいいと。今こそアメリカがビッグワンっていう名前に変えようと。で、国家斉唱は We Will Rock You だろって言って、なんかもうめちゃくちゃなんだよ。もうみんなで一番歌われてんの We Will Rock You なんだから、もう国家は We Will Rock You だと。俺らはビッグワンだと。一番強えと。っていうアホ映画もあって。あと、あれ見てないんだよな。世界侵略のすすめ？世界進出のすすめだっけな。要は世界中のアメリカが当たり前だと思ってるけど間違ってるっていうことを海外に行って学ぶんだよ。要は、アメリカっていうのは世界最強で最高の幸せがある国だからっていう振りがあるの。俺見てないよ。予告編しか見てないんだけど。で、よし、じゃあ俺らの最高の食い物教えてやる。学校ではコカ・コーラだ。ポテトも出るぜ。ポテトチップスもお菓子も出るんだ。つって、最高の国だろっていう前振りがあって、よし、じゃあ世界最高と言われてフランスに行ってみよう。つって、フランスの給食食ったらめちゃめちゃグルメなの。体にいいし健康的だな。つって。どういうことかっていうと、要はアメリカは世界最高でもう最強なんだっていう振りがあるんだけど、海外に行ったら、日本って保険あるんだとか、要はアメリカに対する俺ら間違ってるよねっていうのを、なんか皮肉でやるんですよ。フルメタルジャケット見てないですね。見てみます。はい、ワトツーいらっしゃい。なんかそういうなんかこう、だからね、日本で言うとテリー、どうなんだろう。電波少年とも違うしな。テリー伊藤は多分こういうことやりたかったんじゃないかなっていう感じ。日本だと、やっぱあの人か。雪浮きて進軍の監督か。まあ、雪浮きて進軍は、被写体が良すぎたかな。今ね、80キロっすね。結構太ってますよ。アイアイさんいらっしゃい。まあ、マイケル・ムーアは好きですね。人として好きですね、僕は。なんかこう、愛国者だなと思って。新しいフォロワーさん、ローグさん、アワさん、フォローありがとう。映画見てないな、最近。まあ、攻殻機動隊絶対見るって決めてるけどね。攻殻機動隊だけは絶対見逃さない、俺。超見たい。最高でしょ、あれ。お笑いウルトラクイズ見てなかったな、俺。世代じゃないな。俺のちょっと前かな。ドキュメンタリー好きですね。80キロなら私より軽い。そう。大丈夫の意味が分かんないけど。じゃあ増やしてんだよ。
太っちゃったんじゃなくて、格闘技で有利に立つために。深作欣二は好きですか？深作欣二わかんないな。ごめん。全然わかんないわ。おすすめの映画、どうしても和道絶対これ好きだから見ろっていうのあったら、教えてください。DM とか送ってください。コメントだと、見れないんで。忘れちゃうんだよ。だから URL とか貼って、この作品のここがいいから、これ見てレビューしてとかやってくれたら絶対見るよ。そこまで愛があるならね。みんなね、コメントで打ったじゃんとか言うんだけどね、俺がいちいちどれくらいのコメントさばいてるのかわかるのかっていう。生主だぞっていう。みんなからするとね、一件一件のコメントは思い入れあるけど、俺対100人だからね。100人と常に戦ってるから。100倍さばいてんの。ワードをすぐ忘れるよなとか言われるけど、覚えてるわけねえだろっていう。キャピタリズムが iTunes に売ってなくてしょぼん。ああ、マジか。でも、なんだろう。まあ、いろんなジャンル好きだけどね。ゼログラビティ面白かったな。あれは、なんか、もう、シンプルにアクション、なんか、ライド、乗り物に乗ってる感覚で面白かったね。映画の原点って感じがして。ゼログラビティも好きですね。もう、宇宙、怖えーと思ったもん。あれはでも 3D で見たかったってほんと後悔した。これは絶対映画館で見ないとこの怖さ伝わんないと思ってさ。そう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 、体作りだね。今日もトレーニングするけど、これから。シドニー・シェルダン知ってますよね？今あの木。あ、わかんない。ごめんね。全然わかんない。申し訳ない。ゼログラビティ面白かったね。ただね、なんだっけ？俺あの俳優大っ嫌いなんだよ。なんだっけ？男の主演男優。もう腹が立ったね。あいつムカつくんだよな。なんだっけな、名前。ジョージ・クルーニー。ジョージ・クルーニー腹立たない、なんか。なんかね、顔が イケメンなのわかるんだけど、ジョージ・クルーニー、もう顔がね もう全部持ってく感じ。わかるでしょ？パッチリ、アメリカ人が好きなイケメン？パッチリお目目で、可愛くてキュートでマッチョで、もうね、絵に描いたようなアメリカ人のイケメンっていうかさ、おじさんっていう。ジョージ・クルーニー出るたびに萎えるんだよな。だからあれだよ。なんだっけ、俺がいつも批判する日本の俳優。なんだっけ、あいつ。うるせえやつ。あいつと同じノリだよ。サマーウォーズってアニメの、あ、大嫌いですね。サマーウォーズ大嫌いでしたね。爆笑しましたね、ほんと。あれでしょ？なんかゲームのやつでしょ？俺はもうダメですね。笑った、ほんと。これはねえわ、と思って。そうそうそう。藤原竜也ね。いや、いいんだよ、ジョージ・クルーニー、別に。なんかもうキャラが強すぎるっていうか。そこ？そこって、そこ？ジョージ・クルーニー、全然出ただけで、ニコラス・ケイジもダメなんだよ、俺。ニコラス・ケイジとジョージ・クルーニー同じ枠なんだよね。わかるっしょ？なんか出た瞬間、なんかもう、あーってなる感じ。わかんない？これ。もう、俺、ニコラス・ケイジとジョージ・クルーニー出た瞬間に、あーってなるよ。もう、あの目。あのまつげ。君の名はとか絶対見ないよね。もうわかるもん。もう絶対見ない。見て価値観変わるかもしんないけど、あ、ごめんって言うかもしんないけど、俺絶対批判するもん。絶対クソだよ。スタローンはそうは思わない。シルベスタ・スタローンはそう思わないかな。結構。ちょっと違うんだよ。似てるけどね。ちゃんと持ってるからね。ロッキーっていうキャラを。でも、持ってないじゃん。で、要はね、演技が下手だからそうなってんだよ。キャラクターを作り込めないんだよ。イケメンに頼りすぎてんだよ。江頭2550分は神だよ、俺にとっては。かっこいいね。あの人は、だから、芸人っていうのがもう、なんか、聖人だから、俺からすると。イエス・キリストとか、ブッダとか同じジャンルだよ。江頭2550分は。大好きですね。トイレ行ってきます。
俺リチャード・ギア結構好きだわ。あのミスター・チルドレンの桜井くんはあのリチャード・ギアと同じジャンルだと思ってるね。あのプリティ・ウーマン好きだったから、ジャック・ニコルソンが分かんねえな。笑っていいと思う司会は本当は江頭を司会にするはずだった。え、そんな話聞いたことないよ。そうじゃん、サンマじゃなかったっけな、話来てたって言ったの。あ、違う、ビートたけしだ。ビートたけしは話来てたって言ったけど、俺が毎回昼間に来れると思うかっつって、みんな来れないっすねってなったっていう話は聞いたよ。なんか江頭、笑っていいと思う司会江頭は絶対ないと思うよ。大川工業にそんな力はないよ。もっと泥臭い感じだよ大川工業は。そこが面白い、サブカルだからね。あれメインカルチャーに絶対ならないから。絶対ありえないでしょ。安彦さんお疲れ様です。いらっしゃい、楽しんでってください。ちょっと面白いな、映画ちゃんが笑っていいと思う司会。昼間に見たくねえ。タモリも昔は江頭クラスだったらしい。それはまあまあそうかもしんないけど、もともとバーの飲み屋のね、バーテンだったんですよ。であんまりにも面白すぎるって言って芸能界にスカウトされるっていう、うん、芸歴が合わないで絶対ね。コンディション、何のコンディションですか。体調のコンディションですか。まあまあ悪くないですね。ただ左腰がちょっと若干痛いので、あのなんかフォームがおかしいのか何なのか、ちょっと腰が痛いです、若干ね。だからタモさんは急にバーンってきたタイプだよ、遅咲きですよ。昼間からあれはきついよね。昼間からあのテンションきついよ。絶対そんなテレビ局頭いいからそんな無理なキャスティングしないでしょ。ただ俺徹子の部屋が大好きなんだよね。徹子の部屋がね、若い頃ってこんな感じだったんだよ。あ、それでは皆さん、いらっしゃいませ。今回のゲストはですね、何々さんで何々をやっていて、何々だ、1997年何々に何々をされていたんですね。で、何々だったんで、何々っていうことがあったんでしょ？何々でございますね。で、何々で何々で何々だったんですけれども、その件についてはどう思われますか？っていう。要は、全部ネタを話し終わって、全部ネタの説明をされて、そのことについて語ってくださいっていうスタイルなの。徹子って。芸人殺しって言われてんだけど、だけど俺はそのスタイルの徹子大好きだったの。もうそれが面白いと思ってたから、喋り倒して全部ネタバレした後にじゃあやってくださいっていうスタイルが大好きで、話すことねえよっていう。それもそうなんだけど、何が面白いかっていうと、最近の徹子の部屋見てないでしょみんな。何が面白いかっていうと、徹子がおばあちゃんになって何言ってるか全く分かんないの。本当にびっくりするよ俺。あ、やばい、この番組放送事故だと思ったもん。1年ぐらい前にテレビ見て、徹子の部屋見たら、はあ、おばあちゃんで何言ってるか全然わかんないっていう。すごいよ、本当に見てみ、マジだから。これ本当にあの番組すごい、放送事故毎日やってるんだよ。プロレスのポスター、あ、これプロレスじゃなくて、あの僕が出るあの大会です。はい、便所太郎さん主催の、インターネット配信者格闘技祭に出ます。はい、僕もあるでしょ、ワドって。5000円で見れますので、もしよかったらチケット買って見に来てください。やばいよね徹子の部屋。
でもそれが今の日本社会なんだなっていう縮図だと思ってて、もうおばあちゃん相手にしかテレビを作ってないんだよ。面白いわけがないんだよ。テレビがつまんなくなったんじゃなくてね、これがね、少子高齢化だよっていう。そう思わない？だからおばあちゃんにとっては面白い番組いっぱいあるの。もうね、はい、それは俺らインターネットに逃げてくるわな。うん、ああ、マジっすか、安彦さん。ぜひぜひ。だけど俺会場にいないよ。実は選手全員会場できんだから。ずっと控室にこもってるから、だから帰り際とか、ちょっと会場の周辺で30分ぐらい張ってたら出てくるはずだから。出待ちしかないと思う。あとはまあ花道入るときに「ワドー！」って言ってくれたらね。徹子の部屋嫌いなんだ。俺は結構すげえ好きだけど、あんな面白い番組ないでしょ。あのローラと徹子が丸かぶりで超面白かったんだよ。なんかね、徹子がライバル視すんだよ、ローラを。もう放送事故どころじゃないよ、あれ。なんかね、タメ語にイラッとしたりとか。でも、あれってね、同族嫌悪なんだよね。めちゃめちゃ面白い。ローラ VS 徹子見てごらん。超笑うよ。もうやばいよ、ほんと。なんか徹子のバチバチ感が。イライラ感っていうか。うん。で、ローラが全然屈しないんだよね。うん。いや、超いいよ。あれタイトルマッチだよ。ローラ VS 徹子は。やばい面白いから。徹子の部屋の芸人来ると面白いよね。あれキャラ被ってるからね。うん、どうしようかな。トレーニング何時に行こうかな。どう思う？トレーニング雑談、今日雑談しようかな。夜中に行こうかな。迷うな、すげえ。めっちゃ迷うよ。なんか話題変えようか、そろそろ。何について話す？話題チェンジしようぜ。話題チェンジ。ねえ、ドレちゃんとトレするのあと2回らしいね。そうっすね、僕旅に出ちゃうんですよ、4月10日から。ただね、実はね、ドレさんと合宿やろうって言ってて、旅館借りて、ツバニャンとドレさんと俺と、あとヒカルくんとかにも声かけてるんだけど、みんなで集まって、なんだっけ、ファイト、ガチンコファイトクラブみたいなノリで合宿やろうって言われてて、それはやるつもりですね。そう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 、合宿。うん。大会2、3週間前に。そう。それ、ドレさん企画で。練習はだから、あれだよ、旅先でシャドウだよ。旅先で、バンテージだけ持って行ってもひたすらシャドウだね。雑談にしようか。今日はね、せっかく3連休だから、最近雑談がおろそかになってきてるんで、雑談やりましょう。そうそう、ツバニャンはドレさんのセコンドだからね。まあ俺はノンタン連れてくけど、ノンタンが心配しないように、ノンタンと旅行行きたいなと思ってたから。まあ全部なんか配信絡めて申し訳ないよな、のんちゃんにはな。もうさ、だってさ、のんちゃんからしたらさ、もう配信嫌だっていう気持ちわかるんだよ。どんだけ配信好きでもさ、リスナーとして見てる頃は、あ、たくさん放送やってくれてありがとうだけど、プライバシーなんかないんだよ、のんちゃんからすると。だって起きてる時間ずっと配信してんだもん。仕事してない時間全部配信なんだもん。いや、かまってほしいし、デートもしてくんないし、飯食って寝るだけなんだよ、のんちゃんと過ごす時間は。うん。はい、ワード2。ぜ、あ、贅沢ビトいらっしゃい。この前、アイテムありがとうね。めっちゃ嬉しかったよ、俺。すげえ嬉しかった。うん。ワドがシャドウ。ワドシャドウ。うん。
いや、結構感動したんだよ。ツイッターにも書いたんだけど、贅沢ビタオのこと。アイテム絶対しないって言ってたリスナーさんからアイテムもらったっていう。あれはすげえ嬉しかったね。あれは気の迷いなんだ。いや、気の迷いでも嬉しいよ。酔っ払ってでも気の迷いでも、やっぱ気持ちがあったんだっていう、なんかそう、やってあげたいなっていうさ、なんかやってやろうかなっていうさ、少しでも気持ちがないとああいう行動には出ないから、そう、それがすげえ嬉しかったんだよ。気の迷いでも。だって、贅沢微糖からアイテムもらうっていう難しさは分かってるわけじゃん。要は俺は嫌だっつってる人からもらうっていうのに価値があるんですよ。それは嬉しいよ。ドレさんと爆走絡みあるの？あるよ。だってセコンドになってもらうし、なんか振られたんでしょ、ツバニャンに。ドレさん、ドレさんだって爆走の囲いじゃん。マジで好きだったらしいよ。もう諦めたらしいけど、ガチで惚れてたんだって。俺は全然ね、どこがいいのかなっていう感じなんだけど、わかんないんだけど、なんかすごい美人だっていうよね。そうかっていうなんか俺はね、正直ツバニャンのこと豚ゴリラと同じジャンルで見てるから、あ、ジャイアンとか豚ゴリラでしょ、セコンドの件なくなった。いや、セコンドは要は友情はあるみたいですね。セコンドはやってもらうみたいですよ。ヒカル君に突しようかな。ちょっとヒカルくんに突するわ、よいしょ、出ないかな。ヒカルくん出ねえわ。ヒカルくん出なかったわ。バーガー10個プレゼントありがとう。いやさ、ほら旅先に行ってさ、あのヒカルくんとスパーリングやりたいなと思って、ヒカルくんとスパーできたらいいなと思って。それな、あ、来た。あ、もしもし。もしもし。ウィス、ご無沙汰っす。なんかさ、鮫島さんがめっちゃ怒ってたけど大丈夫なの？いや、なんで怒ってるんすか？いや、なんか、いや、俺全然わかんないんだけど、昨日の便所太郎さん、鮫島さんの会話聞いてたら、なんか今から乗り込むとか言ってて。なんか今、共同生活してるじゃないですか、青山と、僕とそのユミちゃんって。はいはいはい。で、なんか鮫島が、
なんかそのユミちゃんっていうその女の子を僕が誘拐して無理くり連れてこさせたんじゃないかみたいな。で、なんか風俗で働かせてるみたいな話だったんで。いや、全く働かせてないですね。あ、そうなの、うん、で、今日の朝方もそれで揉めてて、おうおう、僕とユミ喧嘩してて、おう、もう今日ターンワークと履歴書買ってこいやつ話しあの女の子は何なのユミちゃんっていう子は。本当にユミちゃんはなんか僕の元リスナーなんですけど。セフレ？え？セフレでしょ？セフレじゃないっすよ。完全にセフレでしょ。面食いだもん、だってヒカルくん。じゃあ和道さんに紹介しますよ。いや、俺にはちょっと美人、あの、のんちゃんいるから俺。あ、そうっすか。あのさ、いや、まあそれは、まあ、家出してきたっていうんで、まあ居候させてるだけっす。あ、そうなんだ。そっかそっか。はい、あ、そうだ、はい。あ、俺さ、あの、4月10日から旅配信、あの、やっと有言実行できそうなんだけどさ。はい。あの、ヒカルくんのところさ、突如してスパーリングとかできないかなと思って。あ、全然いいっすよ、僕。マジで？はい、ただ6月10日まで青山もいますよ。あ、そっか。青山外すよ、全然。外す？あ、そっか。なんかすげえ、なんか、プロとかに教わってるからいいなとか思って、羨ましいなと思って。いや、たまに来るぐらいなんで、そんな、あとは自己練習です、僕も。あ、そうなんだ。はい、うん、ちょっとあの、もしあの福、郡山の方行ったら寄ってもいいですか。はい、あ、うん、全然いいですよ、ぜひお待ちしてます、うん、っていうかあれでは別にチャンピンさ外さなくてもいいよ、だから見ればいいじゃん。あ、見ればいい、目の前で有利じゃん、チャンピン。なるほど、いや、言うな。そういうことですか。そうそうそう、あとあのもう一個あって、はい、あのさ、はい、この前サクッと話したんだけど、あのどれ深夜食堂さんが、はい、あの合宿をやるんだよ、はい。あ、その松の方ですよね。なんか最後の2週間ぐらい。そうそうそう。で、ツバニャンとか来たりとか、はい、いろんな人、はい、あの今回出る大会のなんかなんか対戦相手被ってない人がガーって集まって、最後、はい、海でやろうって言ってんだけどさ。はい。どう、ヒカルくん。またちょっと検討しててもいいですか。そのお金も全然、僕もちょっと今カツカツすぎてやばくて。うん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 。何もちょっと、もう本当ゼロからの今スタートなんで、ちょっと。うん、あ、先が思いやられてるんですよ、いろいろ。あ、そうなんだ。格闘技のことだけじゃなくて、もう生活面とかでも売り上げ3月みんな下がってるからね。やばいっすよ、もう本当に。うん、俺もやばい。生活できないって感じで。了解です。じゃあ、あの近くなったら、あの旅してるときお世話になるんで、よろしくお願いします。はい、またなんか、その時に後々また詳しく話できたら。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん、じゃあ、あのセフレのユミちゃんにもよろしくお願いします。お伝えください。いや、セフレじゃなくて、ちなみに鮫島乗り込んでくるんですか？いや、煽ったら絶対来ると思うよ。やめた方がいいと思うよ。やめた方がいいんですか？怒らずに。絶対煽っちゃダメだよ。別になんか関係ないのに、関係ないこと言われてんのもムカつく。いやいや、やめとけって、そういうの。フリじゃないけど、鮫島さんを敵に回すっていうのはやめとけって。本当ですか？うん、まあ、別に敵に回すつもりではないんですけどね。うん。いや、だけど、まあ、うん、勝手な思い違いでなんかそうやって言われてんのもなんか尺ですよねって話。いや、そういうの絶対やめとけって言うなって配信で、まあ、うん、それやめろよ、やめろよ。鮫島さんのディスだけは絶対やめろよ。いや、ディスってないです、ね、いや、もう絶対ダメだよ。絶対ダメだからね。揉めるなよ、今日の枠で。絶対揉めるなよ。わかりました。うん、はい、じゃあね、まあ、とりあえず今から飯食うんで、うん、頑張って。はいはい。はい。失礼します。失礼します。うん、今日揉めるかな。今日揉めてくれるかな。うん。うん。よいしょ。うん。絶対だからね。ちょっと鮫島さんにトツかけるわ。鮫島さんにトツかけるから、ちょっとサメさんにさ、和道が電話したいって伝えてくんね。俺配信中だからキャプれないんですよ。うん、ちょっと鮫島さんにコメント打ってみるわ。ちょっとみんな鮫島さんのコメント見てて、音聞こえないからさ。よし、なんて言ってっかな。ね、OK って言ってたら、鮫島さんが OK って言ってたら聞き逃さないで。うん。
ちょっとね、報告しないとね、これ鮫島さんにね。あれ？見えてる？見えてる？大丈夫？見れてる？ヒカルくんのことで、ね、ちょっと電話したいんだけど、俺サメさんの映像は見れるんだけど、音が聞こえないから、放送中だと。スカイプいい？ LINE は？って。 LINEOK？ って。スカイプ知らない。 OK！ サンキュー。 LINE 電話してもいい？ LINE 電話するわ。 LINE 電話します。ライン出ないかな。スカイプ知らないんだよな、俺サメさんの。オッケーいただいた？ありがとう。いや、俺 LINE しか知らないんだよ、サメ島さん。LINE じゃダメかな、サメ島さん。LINE が出ねえな。LINE 出ないな。 LINE 出ないね。あ、はご無沙汰します。和道です。いはい。はい、ご無沙汰。ういっす。いや、なんか昨日揉めてたじゃないですか、便所太郎さんと光くんのこまあ、とで。揉めてたっていうか、俺、光大嫌いだから。はい、今光くんと話したんですよ。はい。そしたらなんか光くんがなんか鮫島呼ばわりしてて、なんかなんでタメ語なんだろうなとか思って、いや来るなら来いよね、みたいな。カウントダウンの時に俺、あいつに、本当あいつぶん殴ろうと思って。で、まあ、ベンちゃんに止められたんだけど、別にまあ、いいんだけど、文句あんだったら、話し合おうかって話だよね。ところでさ、のりちゃんと別れんの？いや、一応仲直りしました。あ、仲直りできた。よかった、よかった。ああ、すいまえ、せなん。んだって、なんだって、ヒカル、なんだって。いや、なんか、鮫島、なんか文句あんなら来れんなら来てみろよ、みたいな、なんかやっぱ強気だったんで。ああ、いや、さすがに福島までお金かかるしね。ですよね。当たり前じゃん、それは。そうですよね。いや、来いって言うんだったら、まあ別にね。ただ、すげえ金かかるからね、福島まで。あれ、片道いくらぐらいなんですかね、交通費って。片道でも、愛知まで1万円かかったから、片道。ガソリンも込みで。ですよね。そう考えたら、まあやっぱ、往復2万ぐらいかかるんじゃない？ですよね。やっぱガソリンが高いからね。結構。なんガかソでリンも、満タン。なんかあれ、女は俺別に風俗になんかしてねえよみたいなこと言ってましたよ。なんか、何因縁つけてんだよみたいな。いや、因縁つけてんだよじゃなくて、なんだろうな。嫌いなんだよ、お前のこと。俺？いや、光。いや、もちろん、和道のことも嫌いだけど。大っ嫌いだけ 大ど。嫌いですよね。まあ、でも、いや、因縁つけ、そう、ガソリン値上げしてんね、今、値下がりしたり、値上げしたり。で、何？来れるもんなら来いよっつってんの？なので、ちょっとやっぱ報告しないとまずいなと思って、やっぱ鮫島一派としては。鮫島さんの射程としては。いや、こいつはね、もうね、こういうポンプ入れるんですよ、ワド。こいつはこうやってね、もう信用にならないんですよ、ワド。ね、俺を慕ってるふりして、俺にね、ガソリンを注ぐっていうね。俺は手口を分かってんだ。お前の手口を。だって面白そうなんだもん。いや、面白そうも何も、福島は遠いよ、さすがに。遠いっすよね。だから郡山だべ。郡山っす。くっそ遠いわ。くっそ遠いっすよね。だって高速バスで8時間ぐらいかかるんだよ。多ああ、分6時間ぐらいかかるからね。なるほど。5、6時間。じゃあちょっと見送りって感じですかね。いや、じゃあ和道君がお金出してくれるんだったらいいよ。出たよ。一緒に行く？一緒に行きます？いや、だ俺今ほらさ、お金ないから。いや、僕もないっすよ。超カツカツっすよ。行きます？なきゃいけないじゃん。なきゃいけないっすよね。当たり前じゃん。下道で行くわけにいかないですもんね。高速に乗ってて。下道はやばいよ。やばいっすよね。絶対やばいよ、絶対やばいっ下す道。よね。でもなんか、あれっすよね。昨日だったら多分もう行こうぜって感じだけど、今そんな感いじでや、もぶっないっちすゃよ。けね、昨日女いたから、ああ、そうだったんですね。そう、3500円？高速バスで、俺車あるんだよ。高速バスなんか乗んねえよ。
はい。行きます？いや、だからお金だよ、お金。何言ってんすか？大丈夫っすよ。出しますよ、僕。本当に？はい。一緒に行っていいんすか？あ、全然いいよ。行きます？本当に。のんちゃんもいるの？のんちゃんいないっす。あ、のんちゃんいないのか。はい。僕、交通費出しますよ。なんか、和道さんはフェラチオしたらすぐ寝るらしいね。やめてください、本当。いや、でもその気持ちはわかる、俺。すごいわかる、俺、それ。はい。あの、投げ出しした後にね、そっとしといてほしい人だから、俺も。あすごい、あんま触れてほしくない。はい。もし、あの、鮫島さん、本当に、あの、ヒカルくんのところをちょっと話し合いに詰めるんだったら。だってヒカルが来いって言ってんでしょ。まあ、来れるなら来てみろよ、みたいなノリでしたね。下道、まあ、5時間ぐらいかな。下道、まあ、今の時間的にまあ、はい。どうなんだろう、常磐道でしょ。ですよね。くっそ長えぞ、あそこ。長いですよ。しかも僕、免許持ってないんで、そこ絶対ご迷惑かけちゃうんで。もう使えねえな、お前な。そうなんですよ。うん、そうなんですよ。申し訳ないですよ。だからもし行くんだったら僕交通費全部出すんで。あ、本当？いや、だってリスナーさん絶対見たいはずですもん。そのサメ。いや、まあ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 、まあ、僕はそこはやっぱリスナー代表。まあ、俺はね、仕事辞めて暇だし別に。はい。もし行く感じになったら声かけてください。いや、どんな感じなのその光が、うん。いや、なんかなんでそのサメ島に言われねえといけねえんだよみたいな感じでしたね。お前それ嘘だったらお前のこと徹底的にやるからね。あ、それはもう放送で今あの流れてたんで、それは本当ですよ。ああ、はい。うん、ああ、そっか。花火ありがとう。何なのみたいになってます。いや、俺本当カウントダウンであいつやってやろうかなと思ったから。なんでなんか知らんけど俺がヒカルにブチ切れたから。本当はツバニャンやっつけようと思ったんだけど、ツバニャン来なかったから。はいはい。八つ当たりじゃないですか。ただの八つ当たりじゃないですか。まあ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 、もう下道だよ、ね。下道です、ね。仲悪いよ、俺、ヒカルめっちゃ仲悪い。だから、はい、鮫島さん、久しぶりですとか言われたから、話しかけんじゃねえよ、つって。てめえなんか知らねえよ、つって。それ、弁当さんが止めたんだ。あいつ、なんか捨てゼリーが入ったんだ。はいはい。何、わけわかんねえし、こいつらとか言われて。はい。それ、パッチーンと来て、はい、後ろが飛び蹴りしてやろうかと思ったら、ベンちゃんに止められた。そうですよね。うん。もし、あの、行くときは声かけてください。いや、まあね。どこだっけ、ワード。僕、新宿です。新宿だよね。はい。やっぱ新宿となると、はい。方向違うよね。行く。え、方向違うんですか。だって迎えに行くとなったら、だってあれでしょ、お台場通り過ぎて、あ、そっか。で、ずーっと行って、はい。で、常磐道乗るわけでしょ。そうっすね。千葉かなんかから。そうっすね。だから新宿は方向逆じゃん。逆ですね。逆っていうか、うん。まあ行っても盛り上がんねえよな、光るって時点で。そこはやっぱ分かんないですね、僕は。過疎なんで。え、何ヒカル今配信してんの？やってますよ、ふわっちで。え、ほんと？はい。ちょ、待って待って待って。はい。あ、ふわっちでやってんだ。ふわっちでやってます、やってます。ちょ、マッチ。はい。これミュートして。はい。ヒカル、あ、ほんとだ、やってる。やってます。あ、俺より人数少ないんだ。そうっすね。今トップが鮫島さんなんで。あ、ほんとだ、なんか言ってる俺のこと、来ても迷惑とか。明日仕事なんだ、こいつ。なるほど。今日だ、逃げてるってことでしょ。来てもいいよとか言ったんでしょ。来ても、いや、来れるなら来てみろよみたいなことは言ってましたね。あ、そう、うん。はい。じゃあ、ちょ待って、今、こいつの放送コメントしよう。はい。うん。はい。あ、そう。めんどくせえっちゃめんどくせえな、ぶっちゃけな。運転がめんどくせえやな。そうっすね。うんうん、俺、ほら、民剤飲んじゃったから。あ、もう飲んじゃったんですか。飲んじゃったよ、みんな、ベゲタミン。ああ、きついっすね。うん。まあ、余裕だけどね。うん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 。酒も飲んじゃってんだよね、今ね。え、じゃあ、運転できないじゃないですか。まあ、いや、全然できるよ。俺、ほら、飲酒運転常習だから。すげえな。放送でそれ言えるんすね。余裕、余裕。余裕なんすね。うん、余裕、余裕。だって飲んでないもん。うんうんうん。なるほど。うん。うん、何なんだろうね、よくわかんねえな。今、ヒカルの放送見てんだけど。はい。なんて言ってます？俺のコメント読まない。スルーすか？今から行くって言ったんだけど。ダメだったんですね、うん。なるほど。了解です。あれ、大会出ないんすか？大会出ない出ない。捨て頃。出ない出ない出ない。だってつまんないな、そんなの。第2回出たら、あったらやってくださいよ。やだやだ、興味ない。マジですか？だって俺勝っちゃうもん。
絶対。絶対。バーリトゥードでも勝てます？あれ。うわ、こいつムカつくな。どうしたんですか？俺が仕事辞めて、なんか、はい、配信なんてしねえなんて一言も言ってないんだけどね、俺。はいはいはい、配信する時間ないなとは言ってたけど。はい。だって朝の4時半に起きて夜9時に帰ってくんだよ。はい。それから作業着洗ってさ、夜の10時にさ、まあそれまで配信してさ、はい、朝の4時に起きるわけだよ、4時半に。はい。そんでさ、鉄骨飛びやってさ、はい。で、まあいろいろあってさ、まあやめたんだけど。はい。それ言われるのムカつくな。そうですよね。めちゃめちゃ、だってもう2ヶ月ぐらいずっと真面目に働いてましたもんね、サメさん。まあ1ヶ月半ね、とりあえず。はい。日曜日も働いてたから、最初の方。やば。あのだって日勤夜勤夜勤日勤とかやってたもん。はい。16時間ぐらい働いた日もあった。なんで配信で稼げるのにそんなにあの真面目なんですか、その。やっぱね、うん、ダメなんでね、やっぱ根は真面目なんだよね俺ね。ですよね、根は真面目ですよね。根は真面目本当に。はい、うん、なんかあんまりリスナーさんに負担かけたくないみたいな。いや、もうなんか光になんか貢献するのもバカバカしいかなって思う、金とかすべて。あ、そうっすね。逆に了解です。じゃあだって、うん、所詮光ってのは女を正し込んで、うん、まあ女にたかるしか脳がないわけでしょ、うんうんうん、絶対、うんうんうん、行く必要ないと思う俺逆に。なるほど。だってそれは相手の思うツボじゃん。そうっすね。そこで俺が感情的になってさ、はい、さあ一昔前はさ俺もそれやったけど、うん、やめときましょう。うん、確かに。でもだから今俺は やれない。うるせえ、ちょっと のぞみ黙れ、ちょっと黙ってて、今黙ってて、うん、とりあえず今そこで感情的になって俺が動いたら相手の思うツボじゃん。そうですよね。美味しいよだったら、うんうん、ここはあえて、まあ、ムカつくことは多いけど、はい、まあ言わしときゃいいやと思って。大人ですね。だって福島遠いしね。そうですね。まあ東京とかだったらまあパーって行けますね。これがね関東圏内だったら、はい、喜んで行ったけど、はい、さすがに福島は嫌だ。わかりました。はい、すいません、なんか、はいはい、ポンプみたいになっちゃって。ポンプじゃないですけど、はい。失敗したな、ポンプ下手だな俺。俺ポンプクソ下手だな。下手だな。見た今のこのポンプ下手さ。ポンプやったことないから超下手。ポンプ下手すぎっていうね、うん、びっくりするよね、うん、自分でも下手だなと思って。鮫島さんが昨日とテンション全然違かった、ね、全然違かったわ。なんだよ、面白いカードだと思ったのにな。ポンプスキル磨いておかないとな。これ便所太郎さんだったらうまくやってたよね。いや正直ね、あんま行く気ねえなって言うとね。あんま鮫島さん今日乗ってねえわっていう。多分乗ってないんだよ、その遠いから郡山。でもなんか面白い組み合わせだから見たいなと思ったんだけど、火付け失敗したね完全に。ポンプやったことないから。ポンプの下手さ初めてやったかもしれない、ポンプね。うん、聞いちゃったね。ヒカルくんの時はまあいけるかなと思ったんだけど、うん、俺が今から行こうかな郡山。俺今から郡山行こうかな。ヒカルくんっつって。郡山って遠いの？夜行バスあるかな。ヒカルくんにスパーリング申し込んでみようかな。今から行って3連休だから。面白くない？だって日曜日に帰ってくればいいんでしょ？向こうに着くの土曜の朝で、でヒカルくんとスパーリングやって帰ってくるみたいな。明日仕事って言ってたっけ？
郡山ならまだ新幹線あるから今日中につけるぞ。新幹線乗るほど金ねえわ仕事なんだ、うん、まあ忙しいんだろうね。みんな忙しいよ。負けるだろうね。光くんとガチでやったら絶対負けるだろうね。今ボッコボコになると思うよ多分ね、もうね、引退レベルにボコボコになると思うよ。わかるもん、見てて動きが。あ、全然違うっていう。蹴りも すごい、なんつうんだろう、パチーンっていくし。ヒカルくん強いよ。絶対負けるだろうね。群馬、郡山ってどこだ？福島か。福島。おお、語り終わったね。語り終わった。あ、この辺にあるんだ、郡山って。結構距離あんな。茨城の上か。そう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 、光くん富士山1位だったよ。勝負強いんだよ。イベントごとで1位取りまくるんだよね。強いよやっぱり。うん、当たり前、うん、お前はいろんな意味でクソやな。クソじゃない配信者俺は見たことないよ全員クソでしょ、うん、配信で有名なら、うん、クソですよ僕は、うん、見たかったな光くんと鮫島さんのタイトルマッチ。絶対仲良くなると思うんだけどな。ちょっとお茶入れてくるわ。寒いんだ。あー、まあそうだよね、北だもんね。アニメは語ったね。あんま宗教の方ばっかり語ってたけど、うん、テルチャンピー練習してんのかよそもそも、うん、練習しなさいよ練習テル。シンゴジラの良いところ教えてください。シンゴジラね、俺あんま面白くなかったシンゴジラ正直言うとあんまり面白くなくて、なんか結構評価高いじゃんシンゴジラって。どうなの、なんか過大評価じゃないのか。あ、でもね、あの予算で、あの予算の振り方はすごい天才と思ったけどね。あと俳優陣を、なんかそう、俳優さんをちゃんと選んでたところが良かったと思った、うん。だけどなんかその庵野作品としてはどうなんだろうなっていう。まあ別につまらなくはなかったけど、なんか評価がでかすぎるんじゃないのっていう。あの、もうなんつうの、ゴジラの模型に全振りした感じとか良かったけどな。なんかゴジラの、あと顎がこうガーって割れる時は超かっけえと思った。だからなんかそのやっぱなんつうの、なんて言えばいいんだろうな、そのメカ愛っていうか、なんつうんだろう、金かけるところがうまいと思ったよ。うん、あいつは焦ってない。誰あいつって、うん、あいつって誰、ゴジラ、あんの、シンゴジラ、特殊な車が世界、え、特殊な車が世界救う映画って本当？ああ、それ的確だわ。それ的確だわ。昔のゴジラか。俺、あんまゴジラ見たことない。モスラーの歌が覚えてるね。あの、モスラーや
モスラドンガンチャンカンナンニンドンムーンみたいな、なんか双子の妖精が歌うんだけど、それめっちゃ覚えてるね。テルチャンビン、おー、テルチャンビンな、うん、テルチャンビンはだからもう余裕で勝てると思ってんじゃん、うん、余裕で俺のことボコせるって思ってる。すげえ腹立つよね。もうほんと練習しまくってボッコボコにしてやろうと思ってるから。マジで。テルチャンピオンマジで行くよ、俺。ほんと殺す気で行こうと思ってるから。絶対やります。許しません、彼のことを、僕は。絶対許さない。悔しいよね。郡山行ったら光くんにスパーしたら盛り上がるかな。シン・ゴジラの第三形態って最初のゴジラの設定画に近いらしい。へえ。まあその辺とかめちゃめちゃこだわるだろうね、庵野監督は。オタクだから。広東語なのかな、わかんないけど、なんかそんな中国語みたいな歌詞だったと思うよ。モスラの歌で検索してみようか、うん、モスラの歌歌詞、コスモスっていうらしいね。ザ・ピーナッツのモスラの歌、あ、歌います。モスラやモスラドゥンガンカンサンクンヤンインドムーン、ルストウィラドアハンバハンバムヤンランダバンランダントゥンジュンカンラカサクヤンモス。わかんねえわ歌詞、これ何語なんだろうね。何語なんだろう。モスラの歌全部カタカナなんだけど、うん、なんだろうね、広東語なのかな、うん、日本語の意味とか書いてあるけど、どういう意味が、うん、カタカナ表記、うん、モスラよモスラ、あなたの命の魔力で身分等しきあなたの下僕は呪文を唱えて祈ります。どうか立ち上がってあなたの魔力を見せてください。モスラよモスラ、光り輝くあなたの生命で平和をもたらす守り神となり我らを守りたまえ。平和は我らに残された生きる道、永遠の繁栄に我らを導きたまえ。へえ。ザ・ピーナッツって書いてあるね。ザ・ピーナッツが歌ってんだね。うん。俺は多分その平成版のモスラだと思うんだけど、うん、そのイメージがあるの。なんかさ、昔の映画館ってさ、一回チケット払うと何回でも見れたんだよ。だからよく親がね、映画の映画館買ってくれてチケットを、で3回ぐらいループで見るっていう暇つぶしをよくやってたよ。なんで今って見れなくなったんだろう。昔そうだったよね。なんかずっと同じ映画館ループできなかった、一回のチケットで。郡山新宿通常8200円、4200円、安いね。今から行ってボコされてくるよ俺。向こう光くんがいいって言うんだったら行ってみようかな、郡山ボコボコにされてみるか、今の自分の実力を測るために。絶対負けるからね。テルチャンピンとスパーはさ、対戦相手だからできないけど、郡山配信時間確認まだ残ってんのかな、深夜バス、夜行バス、夜行バス新宿から、郡山残ってないんじゃないの。今日何日だ、今日4800円、
かわいそうだよね、モスラ。モスラかわいそう、わかる。モスラをいじめすぎなんだよ、あいつら。あんなにかわいいのに。モスラ怪獣じゃないからね、でっかい虫だからね。新宿バスター11時、あ、間に合うかな。間に合いそうではあるね。まあでも向こうが仕事だから、ヒカルくんがいいって言うなら、あの、行きますよ。ヒカルくんが夜スパーリングやってくれるって言うんだったら、うん、ただ多分無理だと思うよ、忙しいと思うよ。ヒカルくんとキックやってみたいっていうのはあるよね、要望としては。もうだけど彼はちょっと前にコラボした時とは違って大手様だからもう遠いところに行ってしまったんだよ。スケジュールが忙しい大手様だから、俺みたいな仮想配信者相手にしてくんない。配信ってね、力関係がすごい、あの、シビアな世界だから。女いるし、うん、もう超シビアな世界ですよ。16時発郡山、え、あ、3時間4時間ぐらいで着くんだ。へえ、あ、そんなに早く着くんだ。あ、そうだよな、茨城の先だから。おお、のんたんいないよ今日。のんたんいない。のんたんはね、あの、日曜日に会いに来る。日曜日までお預けですよ、愛しののんたんは。俺の大好きなのんたんは、のんたんに会いてえな。これで、これで行って夜行バスで帰るの全然ありだよね。仲直りしてよ、うん、っていうか俺はあんまりのんたんと喧嘩したつもりがないんだよね。なんか別にのんたんのこと嫌いになったこと一回もないから俺。意外と早いね、意外と早いね。のんたん怖い？え、可愛くない？のんたん、俺普通に可愛いと思うんだけど。普通に俺47歳でのんたん美人だと思うんだけどな。美人じゃない？可愛いよね、うん、俺32歳だとずっと思い込んでたからね。闇が深い。俺でも全然いい子だと思うよ。てか結構メンヘラ好きなんだろうな。うん、いや、ルイ友なんだよ。俺、だから別になんか、のんたんが悪い人だと思ったこと一回もなくて、メンヘラはメンヘラだと思うけど、可愛いと思うよ。のんたん見たことないの？俺の彼女。俺のマイスイートハニー。うん。うん、よかったよかった。仲直りしてよかったよ。うん。哲学的な話か。なんだろうな。哲学的な話に持ってこうか、じゃあ。例えば
例えばなんだろうな、哲学的な話、どういうことだろう、哲学、全然話そうよ。どんな話する？なんか哲学もう宗教で結構型がつくと思ってて、なんかもともと宗教哲学的な要素強いから、アリストテレス、どうしてもね、自分の哲学っていうのだと、なんだろう、あんまりないかな。ありがとうございます、しんちゃんさん、よろしくお願いします。それとも10時だからトレーニング行く？そろそろニーチェや、哲学ね、なんだろう、なんかもう本当に東洋の方が進んでたから、それはなんか西洋哲学が東洋哲学に近づいただけだと思ってて、思想がなんか今の時代って面白いと思うよ。なんかいろんなものが東洋と西洋の得意だった部分が融合し始めてるっていうか、哲学とかそれこそね、東洋の方がもともと強かったような印象があるから、なんか子供の頃死ぬのがすごく怖かったんだよ、やっぱり、まあ、みんなそうだと思うんだけど、なんで生まれてきたんだろうって思うじゃん。そのね、どうせ死ぬんだったら生きてる意味ないなって子供の頃からずっと思ってて、生きるのは生きてる意味あるのかみたいな。だからね、子供の頃からちょっと鬱っぽかったんだよね。で、どんな人間も絶対死ぬわけですよ。死からは逃れられないのね。じゃあ今度どうやって名を残そうかっていうふうに考えるようになったかな。要はその人類、まあ2000年だとして、人類の歴史もっと古いかもしれないけど、過去が現在に影響を与えるように未来も現在に影響を与える。まあそうだよね、それをビジョンとか、そのなんだろう、夢とか言うんだろうけど、だからなんだろうね、どうやってその社会にインパクト残すかじゃん。でも最近はそういうことすらもあんまり考えなくなったかな。そういうこと考えたの10代前半とか20代前半ぐらいまでかな。10代前半から20代前半。釈迦どうした？釈迦？どうした？あんまりね、名前を残すことにも意味がないっていうふうに思ってきて、なんか極端な話も人生楽しんだもん勝ちだと思ってるから、楽しめるだけ楽しめるっていうか、笑ってるやつに勝てないんだよ。
どんなに理屈こねても、どんなに偉業やっても、一番すごいやつって俺笑顔のやつだと思ってるから。あーすごいね、あなたが出会う最大の敵はあなた自身だろう。その通りだと思う。だからなんか死ぬ、やっぱ殴られるとか痛いし、交通事故とか痛いし、病気とか苦しいとかは嫌だけど、死ぬことが怖いとかはなくなったかもしれない、子供の頃に比べたら。その昔は死そのものが怖かったんだけど、あ、死ぬのが当たり前だなと思って。で、若い頃とかそうなんだけど、まあ俺ぐらいの年齢でもそうだと思うけど、永遠の命があるように生きるじゃん。ヤバゾウさんいらっしゃいでしょ。でもそんなことなくて、実は有限の中で生きてるんだよ。限られた生命で、限られた時間の中でしか生きていけなくて、でしかもいつ死ぬのか絶対にわからないっていうゲームなわけですよ。このゲームはすごいと思うよ、人生って。だからその時に俺は死ぬ時に後悔したくないと思ったから、毎日やりたいことをやりたいんですよ、いつどの時に死んでも。だからよく言うんだけど、プロレスラーはリングの上で死んだらかっこいいし、あのレーサーはそのレース中に死ぬのがかっこいいっていうのが、その最高の生き方だと思ってて。だから配信者だから、死ぬまで配信続けてたら、あの本物の配信者だなっていうふうには思ってる。だからなるべく配信は回しておきたいっていうか、死に方と生き方ってリンクしてるっていうのかな。事実というものは存在しない、事実は解釈だけである。あ、存在するのは解釈だけ。ああ、俺はそれはそう思うね。あ、それはね、さっきの仏教の話も一緒にリンクしてると思うんだけど、だからいつまでその死ぬ時は選べない、まあ選べるんだけど、選ぶ方法は自殺しかないから、考えすぎたことが問題になる。あ、そうで、俺は考えるよりも行動が大事だと思うんだけど、考えないやつは嫌いなんですよ。血ヘドが出るまで悩んで悩んで、鬱になって死にたくなるぐらいまで悩むとか考えるやつが好きで、で最終的に悩み抜いて行動するやつが好きだね。で行動からしか答え出ないんだけど、むやみに行動するわけじゃなくて、考えることはやっぱ人間の持ってる一番の武器だと思ってる。18歳の1年間俺もそうそう。でも考えたことって結論出ないんだよ。でも考えなきゃいけない時期みたいなものってあるから、そういうのは大事だと思うな。あと、まあ自分のことで言うなら、他人の人生は変えられないっていうのを徹底してる。他人にアドバイスをするとか、他人を良くしようっていうのは全部自分のエゴだから、他人に関してはどんなに、もう親ですらも他人だし、恋人ですら他人だし、他人の人生を動かそうとしないっていうのはずっと決めてますね。ヤスさんいらっしゃい、どうも。バカプレゼントありがとう。夫婦生活は長い会話である。俺はね、自分でよく言うのは、出会った瞬間から男と女はセックスしてるっていう、セックスは始まってる、そういつも言ってるね。俺はその他人と比べないし、他人と他人の人生変えようとしない。変えられるのは自分だけ、その代わり誰にも人生の主導権を渡したくないんですよ、誰にも。俺の人生は俺しかやり抜けないから、自分で自分のやるべきことを考えて行動するって決めてる。そしたらその他人のせいにしなくなるし、自己成長ができるっていう風に、作家系は自殺という結論になるよね、三島由紀夫とか。あ、でもまあアーティストはそれで正しいと思ってるかな。今ニコ生時代の和道さんの動画見つけたんだけど、モヒカンにしてたのね。俺モヒカン、モヒカン、俺もともとパンクスだから、モヒカン好きだよ。
孤独なものよ、君は創造者の道を行く。ああ、なんか初めの一歩よく見てるんだけど、格闘技あれだからモチベーション上げるために高村がすごいいいこと言ってたよね。孤独じゃないっつって、孤高と呼べって。要はトップになる人ってみんなを蹴落として登ってるわけだから、孤高なんだと。それはなんか高村らしいかっこいい言葉だなと思って、うん、だから孤独じゃねえと、孤高なんだって。和道さんはドレさんの指導のもと、もちろん試合は勝ちに行きますよね。ああ、もう勝ちに行きますよ。勝つか負けるかそれは分からないですけど、うん、俺は勝つことだけ考えてやりますね。ニルバーナね、そうそうそう、ニルバーナですね。ちょっと待ってね、音聞こえる？うん、ニルバーナ、うん、試合だって勝つつもりがないんだったら練習しないんじゃないかな。うん、うん、あ、でもね、それはね、配信やってて思うよ。食えるようになったじゃん。食えるようになった今の方が配信に対する思いは深くなってるけど、やっていいこととやっちゃダメなことみたいなことをすごく考えるようになったもんね。うん、サウンドのエフェクトはクリーントーンだよ、歪みつけてない。うん、いや、ギターできるわけじゃないよ、うん、ギタリストになりたいなと思って、弾き語りができるおっさんになりたくて、なんかこうバーって喋った後にオリジナルソングで即興でなんかそのなんかまとめみたいなのを歌えるのってかっこいいなと思って、それで今やってんのよ。子供できたら考え変わるよね。自分が一番じゃなくなる。俺、子供ね。俺は変わらなかったね。うん、高村銭湯とかいろんな場所で高村謹慎されてる。俺、高村すごい好きだよ。うん、一番好きなのはやっぱ一歩だけどね。なんかその人の曲を弾くのもかっこいいんだけど、あのなんか自分でクソダサくてもいいから自分の曲歌えるやつってかっこいいなとか思って、カート・コバーンの絶望感から来る曲いいよね、なんか心に刺さる。だからカート・コバーンが死んだ理由ってすごくて、カート・コバーンって売れたから死んだんだよ。こんなの俺じゃねえっつって、やばくない？要はグランジミュージックが何かっていうのをやっぱ分かってたんだよね。うん、要はスーパースターになんかなりたくねえっつって頭打ち抜いたわけじゃん。だから病気だよね、病気。見てる方で、お心優しい方いればアイテム投入、気持ちで無理しちゃダメだからね。みんなアイテムありがとうございます。うん、そう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 。ありがとうございます、ヤスさん。うん、いや、みんなくれますよ、アイテム。すごいいいリスナーさんたちいっぱいいるんで。うん、ただね、3月は景気悪いんですよ。みんな懐事情が大変なの、3月は。うん、俺の子供生まれてほしくねえと思ってたらしい。ん？どういうこと？俺の子供生まれてほしくねえと思ってたらしい。どういうこと？うん、おい、パフェありがとう。パフェありがとうございます。サンキュー。なんか思ってることを歌で表、音とか歌のパワーってすごいなと思ってて、なんか言葉だけじゃなくて言葉にやっぱ歌に変えるってかっこいいんだよね。芸術に変わるんだよね。なんかその思ってることを弾き語りだよね、本当に。弾き語りできるようになりたいなと思ってるけど、おっちゃんとかになって。ヨンチいらっしゃいよ。いや、全然多彩じゃないよ。うん、
器用貧乏ですよ、うん、何かを表現するっていうのはかっこいいよね。あ、もしね、私を知ってることは何も知らないことだっていう人が俺目の前にいたら、そいつはめちゃめちゃ賢いやつだと思う、うん、本当に賢い人は絶対これを言うはず。なんでかっていうと、その何かを知ってるっていう風に言うのってすごく傲慢な態度なんだよ。真理を得てるみたいなさ。で、世の中ってそのすごいんだよ。可能性もすごいあるし、その時の常識なんてものはことごとく覆されるわけですよ。だから何かを知ってる、私が知ってることは何も知らないことだっていうのは絶対賢者ですよ。それは本当にそう思う。とんがりボイスさん、風船10個ありがとう。うん。明日早朝から仕事なので落ちます。ああ、どうもどうも、バレーニョさんいつもありがとう。おやすみ。今日何食べようかな。知ってても知らないふりすると得する。ああ、それはね、ユダヤ人がよく使うんですよ、うん、自分より賢い人がいるときは喋るなと、うん、黙れっていう。ハッチー、ふー、花火ありがとう。風船じゃなかった風船って言おうとしたね。花火ありがとう。自分より賢い人がいるときは喋らないって、ユダヤ人の教えですね。恥かくだけだから。主は自分の持っているすべての恵みの中でも最高のものである。ソクラテスの言葉。あ、俺はね、自分の言葉で主は救いだって言ってるね。実はなんかずっと生きてたいってね、すごい怖いこと言ってんだよ。想像力足りないなと思ってて、よくみんなに言うのが、永遠の命欲しいって言ってる子に言うの。じゃあ100歳まで生きたら幸せって、ああすごい幸せって。じゃあ100歳まで生きるのを100回やったら1万年なんだけど想像できるっつったら、うーん飽きてきたって。それをそのね、1万年過ごしたのを100万回やってごらんって、うん、でさらに100万回やってごらんって、それでも死ねないんだよって言った時に、死にたいって言ったの、その子は要はね、死は救いなんだよ。実は死があるから生きようって思うの、何か頑張ろうと思うの。永遠の命があったらね、絶対動かないし何も起こらないだけなんだよ。だから平和なんだから、うん、子供も残そうと思わないと思うよ、うん、じゃあ私ずっと黙っとかないと。え、なんで？あ、みんな周りが、みんな、あ、でもなんだろう、うん、あのね、なんつうのかな、いやそういうことじゃないんだよね、うん、緑やんてのサビのオリジナルアカペラ一緒に歌いませんか。何それ、ミミミミミ緑やんてでサビのオリジナルアカペラで一緒に歌おうよ、うん、歌おうか、うん、歌いましょうか。オリジナルじゃないんだ、ちゃんと曲があるんだ。いや、四つ目めんどくせえわいいや死んだことある人間なんていないからね。でもね、死にかけた人の話を聞くとやっぱすごいんだよね。あのその人は輪廻があるって言ってたんだけど、タイムスリップしてきたんだって。うん、でそのいろんな人生を走馬灯でブワーって膨大な時間をして帰ってきたって言ってたけど、あ、なんかその人3週間ぐらい意識不明でやってたんだけど、すごいよね、やっぱそういう経験があるんだっていう。それは感動したね、ちょっとね、いい経験してるなと思って、うん、
素晴らしいよ、うん、ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しい、楽しいことをたくさんしたい、ミサイルほどの片手に、面白いことをたくさんしたい。ギター上手くなりたいな。死ぬ瞬間ってこの世と思えないぐらい超絶気持ちいいらしいね。だって脳内麻薬ドッパドバに出るんだもん。エンドルフィンなのなんだのかんなのって。それさ、苦痛を取り除くようにできてるわけだから、うん、超気持ちいいでしょ多分。今私の願い事が、私の願い事が、でもこれ合ってんのかな、チューニング合ってるっぽいな、合ってるっぽいな、うん、今私の願い事が叶うならば、翼が欲しい。難しいな。ブルーハーツ好きだよ。ブルーハーツ良くない？大好きだよ。シンプルでいいじゃん。僕の話を、僕の話を聞いてくれ。笑い飛ばしてもいいから、ブルースに取り憑かれたら、チェインギャングは歌い出す。仮面をつけて生きるのは息苦しくてしょうがない。どこでもいつも誰とでも笑顔でなんかいられない。名曲ばっかりでしょ。
僕たちはこの街じゃ夜更かしの好きなフクロウ、本当の気持ち隠している、そうカメレオン、朝寝坊の鶏、徹夜明けの赤目のウサギ、誰とでもうまくやれに、わかんねえ、誰とでも誰とでもうまくやれる子守ばかりさ、見てごらん、よく似てるだろう、誰かさんとほらごらん、吠えてばかりいる素直な君を、 Stop saying。本家より和道の声が好き。嘘。嬉しいね。私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えているガキのくせにと頬を打たれ、山崎まさよし。少年たちの目が年を取る、悔しさを握り似てねえな握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる、似てねえな。私本当は目撃したんです、昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い、私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった、ただ怖くて逃げました、私の敵は私です。中毒性ある？ないわかんないけど、ファイト戦う君の歌を、ファイト戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう、ファイト冷たい水の中を震えながら登ってゆけ、暗い水の流れに打たれながら魚たち登ってゆく、光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ、落ちてしまえば楽なのにね、痩せこけて魚たち登ってゆく、勝つか負けるかそれはわからない、それでもとにかく戦いの出場通知を抱きしめて、あいつは海になりました。
戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。ギター下手だね。残り時間あとわずかですね。残り時間あとわずかです。一旦枠閉じたらまた枠開くから。あれ？見れてる？大丈夫？離れるな、離れるな、いつまでも。ああ離れるな、離れるな。溶けた砂に数時間のや。や安らぎ見た夜が明けるその前に街を愛という名も真実、喜びは涙を。じゃあ皆さんお疲れ様です。感想です。あ、まだか、40分か。よいしょ。トレーニング行く？トレーニング行っちゃう？この左腰の突っ張り、ストレートの瞬間がおかしいのかな。何なんだろう、なんでこんな体痛いんだろうな。
バーはね、実はね、出資してあげるからまたやらないっていう風に声かけていただいてるんですよ。もしかしたらやるかもしれないですね、バーは。うん、旅終わったらちょっとお願いするかもしれないということで、まあ店はやろうっていう風に、店はやらせてくださいという風にはお願いしたんだけど、タイミングはいつになるか分かんないね。多分お店、会社帰ってきたら起業、旅から帰ってきたら起業すると思いますよ。うん、もう一回やろうと思ってますね。その出資してくれるっていう人がいたんで、リスナーさんの中に、うん、和道と店やりたいって言ってもらえて、ありがたいよね。伝説の発見目ですよ。伝説の発見目。こんだけバーを潰してきたのに、まだ出資したいって言ってくれる人いるんだぜ。ほんと恵まれてるよね。そう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 。全然やろうよって言ってもらえて。ただ誰とやるのかだな。メンツ、メンバー次第だよね、ほんとに。スタッフの中身のボリュームをちゃんとしないと。面白くないからさ。だからまあ仲間集めて一緒にやれる人がいて、そこで面白さが出てくると思ってるかな。小さい店でいいと思ってるけど、うん、まあでも実現するかどうかわかんないよ、うん、俺もほら配信もっともっと稼ぎたいから、配信者として実力つけたいからさ、キューちゃん、キューちゃん牧師、キューちゃん牧師お酒飲まないでしょ。そうなんだよね。あと俺もお酒飲まないから、もうお酒やめちゃったからさ、そこがどうなるのかなっていう。これひよこのアイテムはひよこのマークついてる人にしか渡せないのかな。ひよこマークついてる人誰かいるかな。ひよこ5個手に入ってるけど誰に渡していいのか分かんないな。そうなんだよね。いやだからバーにするか喫茶店にするか分かんないけど、まあとにかくなんか店は、もしその人が旅から帰ってきてもそう言っていただけるのであればやろうかなとは思ってるね。まあほらこういうのってタイミングとかがあるから、うん、ぴったしカンカンの時にやりたいじゃん。無理やりやってもつまんなくなったら終わりだと思ってて、何事も全部楽しまないとなっていうふうに思ってる。人生は楽しんでなんぼですよ。じゃあそろそろあれだね、トレーニング行こうか。次枠で、次枠トレーニング枠にしよう。走り込もうぜ。うん、次枠トレーニング枠にするわ。もうこんな時間か。配信って時間経つの早いよな。楽しいからさ。楽しいからもうずっとやっちゃうんだよね。中毒だよ、中毒。配信中毒だよ。今日寒い？今日比較的あったかい？大丈夫かな？薄着で大丈夫かな？スパーリングトツマチやろう。スパーリングトツマチ。
見てる方も時間経つの早い。そうか。見てる方もね、そうだよね。でもいい配信した時ほど時間経つの早いよ、やっぱり。時間がね、なんかやっぱ途中で切れちゃうもんね、気持ちが。ずっと続けてたいなっていう時は配信乗ってる時で楽しい時だね。あ、もう今日はずっとやってたい、ずっと喋ってたいって、みんなとだべってたいっていう、それが一番楽しい時だね。じゃあちょっと着替えてくるね。ちょっと着替えてきます。あ、つまんないなら見なくて結構ですよ。二度と来ないでください。二度と来なくて結構です。お互いに時間の無駄なんで。じゃあ皆さんお疲れ様です。トレーニング枠行きましょう。うん、お疲れ。ヤブゾさんお疲れ。ゴルゴさんお疲れ。お疲れ様です。じゃあ切ります。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。